マイク入れるのを忘れてましたよね。来たぞ。ついに来たぞ。大丈夫ですか、音量。ちょっと大きい声出して喋るのが久しぶりで、自分の音声がうまく調整できないんですけど、大丈夫ですか。ついに来たで。アルセウス、私もう遅いスタートだよね。アルセウスを予約していたんですよ。アマゾンで。だから、発売日には届く予定だったんだけど、まあ、ちょっと、クレジットカードがですね、一時その制限がかかる事件がございまして、別に詐欺にあったとか、不正利用にあったとか、どっちも一緒か、ではないんですけど、まあ、ちょっと諸事情で、クレジットカードが、こう、引き落ちなくなる時期というものがございまして、それが偶然、アルセウスのアマゾンの決済時期と被ったみたいで、支払い方法を変更してくださいっていうので気づかなくてですね、それで届くのがちょっと遅れたっていう次第なんですけれども、ようやくね、アルセウス始めていけるということで、なんかね、でも、そもそも無限に時間が解けるっていうふうに言われているのを聞いてから、配信でやるかどうかかなり迷ったんだよな。コツコツ作業系なら一人でじってやるのが結構好きだから、まあでも、初めて翡翠地方にね、降り立つ時の感動を皆さんと共有しないのはもったいないと思ったので、配信で行きたいと思います。行くよ。じゃあ、早速、アルセウス。いや、本当にそんなに時間解けるの？私、多分ライバーの誰よりも事前情報知らないんだよね。さすがにみんなもう配信とかしてるし、ツイッターも見ないわけにはいかないから、目に入ってくる情報はその破壊光線受けてたりとかね、あるんだけど、私、御三家を選ぶみたいなターンがあることすら、知らなかったからね。なんか選ぶんでしょ。もうほんとその程度だから。その程度の知識だから。そういう認識でお願いします。いくよ。じゃあ、なんかどんなゲームなんだ？オープンワールドで、ダイパの発表配信の時ぐらいしかまともに見てないんだよな。ゲーム量小さかったら言ってください。いつ来るんだ。言語設定みたいなのだけした。え、御三家選ぶんですか？すいません、ネタバレします。あれ？日本語ね。じゃあ日本語でいきたいと思いますよ。何がどうなるんだ？何を目的としてるのかもいまいち。なんだっけ？団員になるんだっけ？お任せレポートね。うわ、オートセーブか。これ、裏で、やってる時にオートセーブ入っちゃった。どうすんの？光っている。待って、私今日なんかめっちゃ傾いてる。どう？音聞こえる？こんなもん？ここは時間も空間も超えた私の宇宙。よく来てくれました。あ、私に向かって喋ってたの。 やめてよ、ナレーションベースかと思ったわ。私は、あ、いい感じ？ OK。オートセーブオフにできるのか？オフに後でしよっかな。アルセウスなの？あなたたち人がそう呼ぶもの。ごめん、待って、オートセーブにむっちゃ夢中だったわ。あなたの顔をよく見せてください。こんな感じだっけ？ミワさんだったっけな、アルセウスって。へえ、こういうシステムね。わ、何で行こう。ダイパがな、金髪で行ってたから黒髪で行こうかな。黒髪。ちょっと古代っぽい雰囲気だったもんで、ね、黒髪が合うんじゃないかと思います。なんと呼びましょう。 初対面の気まずい感じやめて。あ、じゃあ、リゼ様って呼ばれることが多いので、そんな感じで。リゼね。フルネームじゃなくていいよな、リゼ。はい。話しかけてくるんだ、普通に。リゼ。あなたがこれから降り立つ世界には、人がポケモンと呼ぶ不思議な、博士に案内されないパターン、貴重すぎない？生き物たちがいます。え？リゼ、はい。呼吸合わねえ、会話のなんか。すべてのポケモンに出会うのです。その時また姿を見せましょまあ、そうだよね。すぐには会えないよね。本当にアルセウスか？まだ信用してないんだけど、私。かわいい。めちゃめちゃ顔動くな。どこに落ちるの？スマホが命よりこれがないと私配信に権限できない。
待って、私めっちゃ今日なんか斜めっちゃう。画面に見入りすぎ。アルセウスだ。何？なんかスマートフォン与えられた。どこに座れてる？これがスマホを落としただけなのにですか？ポケモンレジェンズアルセウス。あ、これがオートセーブ、ロード中か。あれ？どういうストーリーだ？スマート、ウェイクアップ！日本語にしたよね、私。え？あれ？ウェイクアップ！まだ眠い。うわあ！生きていますか？はい、生きています。誰に話しかけられた？博士だ！博士じゃない？てか3匹どういうチョイス？あれ銀河団か？銀河団だった気がしてきた！違ったっけ？あれ違う気も。空から落ちてきて驚きましたが、よかった生きていますね。左のあの山の上何？ちょっと一画面の中に3、4箇所も突っ込みどころあると私困っちゃうよ。誰ですか？ここはどこですか？ここはもう本当に T シャツダサいって言ったコメントだけは本当に許されない。ここはどこですか？いや、目立ちすぎ。始まりの浜です。もしかして空から落ちたショックでわからないのですか？バカにされてるのかどうなんだ。めっちゃ現代子っぽいけどな。それにしても何とも言えない不思議な格好をしていますが。異世界転生ものなの？こんなに始めたで分かってないの私だけ。この辺りに知り合いはいるのですか？さあ、わかりません。どこかわかんないもんね。わかりません。T シャツ怖いよね。なるほど、大変ですね。では、行く当てはあるのですか？いや、こんな落ちた場所にピンポイントで行ったら人さらいかと思うんだけど。ありません。わかりません。わかりません。綾波系のキャラで行こう。知り合いもおらず、寝場所もない。とてもお困りのようですが、そもそも生きていけるのですか？なんでこっちは、見ろこの不安そうな顔を！知らんとこに落ちたばっかりで、不安な相手に対してそんな言い方するか！どうしよう！やめろ気まずいのは！ポケモンが困っとるだろ。わかりました。困っている人を見捨てるわけにはいかないのです。いい人かな？くぼー！御三家ってこの三匹なんだっけ？なんでこんな世代がバラバラなんだ？プシッ。プシャイチャー。かわいいな。そうでした。この子たち、逃げたポケモンを追いかけてきたら、君が落ちてきたのです。この子たちはもしかして君の出現を分かっていたのでしょうか？まあ、ポケモン人間には分かんない。逆か？合ってるか？ポケモン人間には分かんない、なんか、オーラとか、シックスセンスみたいなのがあるのかもしれないからね。そうだ、君、ポケモンは分かりますか？はい。すいません。アルセウスの予習してないんですけど、音ちっちゃい、ゲーム音。ポケモンのことはわかります。ゲーム音がちっちゃかったんじゃなくて、私の声のボルテージがどん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 上がってるんだと思うんですけど、こんなもんでどうですか？ああ。あ、いかが？ああ。どう？さあ。綾波キャラで行くならさあか。あ、音ちょうどいい。ちょっとだけ下げようかな、じゃあ。ほい。ほいね、私の声も息地を超えないようにします。おお、知らないのですか？本当にどこから来たというのです。ポケモンがいないことなどありえない。いいですか？この子たちはポケットモンスター縮めて。ポケモンと呼ばれる不思議な生き物、これないと思ってたんだよな。私、マイシリーズ言ってるけど、この工場大好きなの。まあ、アルセウスが相手なら仕方ないかって思ってたけど、人間もね、人科の動物人間ですって自己紹介しないしって思ってたけど、ここで言ってもらえるんだね。それで君の名前は？え、リゼ君というのですか？名前は大丈夫。記憶喪失なわけじゃないもんね。不思議な印象の名前ですが、きっと素敵な意味ですよね。翡翠地方だと現代の名前は珍しいんだな。おっと、ソーリー。僕はラベンです。ポケモン博士をしているのです。帽子何？かわいい。ポケモンたちのことを詳しく知るため、あれこれしてる研究家なのです。銀河団かって思ったけど、銀河団じゃないな、このマーク。G だったよね、銀河団って。
今はこの子たちを、おお顔やめて、おお可愛いポケモンたち、どうして逃げたりするのです。逃げたポケモンたちを追いかけるのです。待ってください、全然手持ちポケモン掌握できてないやん。おお、なんかなんもない、三角、三角じゃなかった、十字キーだった。リゼ、見知らぬ場所、レポートを書く。わ、なんか画面かわいいな。これでなんか禁止になってる機能が2つあるが、操作ガイド、オプション、調査、心得、こういうところから読み出すので、オプションだな、ちょっと待って、オプションでとりあえずオートセーブが変えれるだろう。ダイナミックレンジ、これはね、 KZ さんが言ってたのを見た、音がどれだけ広がって聞こえるかみたいな、まんまだな狭いで、配信は狭いの方がいいかもしれないって言ってた。戦闘 ZR ボタン、この辺わかんない、お任せレポートを使わない、カメラセンサーはまだいい、わかんない。操作ガイドって何、ここで見ることじゃないな。まあチュートリアルやってくれるやろ。で、戦闘ってさ、本当に戦うのかい、ポケモンとコマンド戦闘みたいなスクショも見たんだけど、え、肉体で戦うのかい、一体どういうシステムになっているんだ今作は。移動ダッシュ、ダッシュはこれでいいんだよね。あ、すごー、めちゃくちゃ色合いが綺麗だね。見て、波打ち際とかなら走れるから。登れるかな、あ、登れる、あ、登れないわ。ちょっとだけ低いとこなら登れそうだな。声聞こえない、あの建物なんだろう。殴り合い、拳で分からせる、嘘だよね、さすがに。だって私生身だよ、入れない。もうあれか、行くか。声聞こえない、ポケモンいるんじゃない、いないか。あ、なんかさ、ミュウミュウみたいなの聞こえない、これ何、何かが光と音を発している。ポッケ、あ、今絶対、え、ビッポみたいな音しなかった、ピピョーみたいな音しなかった。どこから襲われるか分かんないと思うと途端に怖いんですけど、そういうゲームじゃないよね。スマートらしきフォン、ん、スマートフォンらしきものを拾った、おそらく自分のスマートフォンだが形状が変わっている。何この始まり方、それに不思議な力を感じる。これがあれか、始まりにアルセウスからもらったスマートフォン、めちゃくちゃおしゃれ。画面にメッセージが表示された。アルセウスフォンと使命を託す、すべてのポケモンと出会え。スマートらしきフォンすいません、ちょっと語順がぐちゃぐちゃになってしまいました。これもしかして見れるか、なんか十字キーの上を見れないわ、十字キーの上を押す操作が慣れない。カメラ操作、モンハン？あ、いる。え、グラフィックめっちゃ綺麗だな。ちょっと慌てててさ、小さい画面しか見れてないんだよな。待って、私まだ左の方見たいよ。はぁ、全然当たらないのです。どうした？ま、何回も回せば当たるって言われてるから、ガチャは。確率ですよ、ダメン教授。おお、空から落ちてきた人助けに来てくれたのですね。ポケモンを捕まえるためにいくつもボールを投げましたが、全然ダメです。ちょっとちょっと、ボールを投げられないなんてご冗談を。コマンド一つでかん、スイスイですよ、普通。そうです。まずはあの子たち、逃げたポケモンについて説明をいたしますね。木狼です。あ、かわいい。普通に歩いてるじゃん。木狼は光合成という草の特徴を持ち、鋭い羽を飛ばして戦うようです。へぇ。いや、かわいいな。かわいい、アピールタイムしてくれて、ちょっとやってみて、羽飛ばすの、やってやってやってはくれない。日の嵐、炎の表現結構すごくない？日の嵐の背中で燃えている炎は怒ったり驚くと勢いが増すのです。わあ、かわいい。炎の表現なんか紙芝居みたいだけど、ちゃんと 3D ですごい。おお、池のそばにいるのはミジマルと言います。ミジマル顔、口の形、アピールお願いします。口よう開くな。
ミジマルは水上で浮かんでたり、お腹の貝のようなもので戦ったりします。いやいや、かわいい、口の形かい。ちょっと私と口の形似てない？チリンとミジマルと私は口の形が似ている。あと大事なことを忘れていました？ポケモンの捕まえ方ですよね。これもしかしてここで捕まえた子がパートナーになるのか？はい、モンスターボールです。これを投げてポケモンを捕まえるです。わかってるよ。いろんなシリーズで、いろんなチュートリアル受けてきたから。道具ポケット、モンスターボール投げるでしょ？リゼはモンスターボールを50個めっちゃくれる。手ぶらなのわかるだろ。カバンとかないんだ。あ、待って、今飛ばしちゃった。クラフトって言った？クラフトするみたいなの確か要素はあった気がすんな。どっかで見たぞ。おっと、総理、これでは説明不足ですね。いいですか、ポケモンは不思議な生き物と言いました。では何が不思議なのでしょうか。それはどんなポケモンも、小さくなる習性。回避率上がるってこと。そしてモンスターボ、ああ、どうです、最近開発されたばかりのボールをポケモンに投げると、なんとポケモンは小さくなって、モンスターボールに収まります。これ、今発見したみたいな言い方してるのがそもそも昔ってこと？小さくなる習性があるからモンスターボールに収まるんだったっけ？これってもともとそういう研究結果だったっけな？つまり、なんかそんなんあった気もする。つまり、捕獲できるというわけです。他に頼る人はいません。逃げた3匹の捕獲をお願いするのです。私に、捕獲するにはポケモンをよく狙ってボールを投げる。とてもシンプルです。僕には狙ったところに投げる才能はありませんからね。濃厚ってことか。よくそれで博士が。ポケモンはボールを投げて、いや、そうなんだよね。これ、自分でやるんだよね。ZR ボタンを押しっぱなしで狙いを定め、そのまま歩いたり R スティックで向きを変えてポケモンをしっかり狙いましょう。押しっぱなしから指を離すと構えていたボールを投げます。ボールがポケモンに当たれば捕獲できます。投げずにやめたいときは B ボタンです。あ、これって3匹多分、捕まえ、あそこにおるわ。こういうこと？おい！あ、うまい！あ、待って、いや、あ、ちょ、これどうしたらいいの？リゼ君、ポケモンを捕まえる才能はめちゃくちゃ褒めてもらえる。気分いいんだけど。神エイム、ちょっと私エイペックスとかやったら神エイムって言ってもらえるんじゃないの。ここで生きていくのに有用です。逃げたポケモンはあと2匹です。それにしても君は珍しいことにポケモンを恐れていないようですね。ちょっと待って、異様に腕がしびれる。ポケモンってモンスターボールとかで捕まえれるようになるまでは怖い存在だったみたいな感じなのかな。めちゃめちゃ最近の発見みたいな、いいぶりだったもんね。なんか、ミョイも聞こえるのが怖い。どこにおるんや？この辺にも。走って襲われたりしない？待ってください、行かないでください。あ、すいません、そっちじゃないってこと。一周させてよ、こっちは。こっちは。ボールがなくなったら声をかけてください。そんなに投げることある？あ、50個。あ、いたわ。待て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 。すごい！え、結構肩強いな。遠くない？この時、どう待てばいいの？リゼ君すごいです。世の中にはポケモンを捕まえるどころか近づくことすら恐れる人もいるのに。あと一匹ですね。さあ探しましょう。捕まえましょう。木炉だな？あと一匹いないのは。こういうのは、木の上とかにいると相場が決まってるんだ。でも近づくとなんか逃げるね。逃げるっていうか、びっくりマーク出るね。接敵しましたみたいなのが。あ、いた。こう、なんか、そろそろ歩きみたいなのないの？不審者。遅い！待って、違う。今のは叩きつけたわけじゃない。え！本当に悲しい顔になっちゃった。あ、そうです。モンスターボールで 100% 捕獲できるわけ。先に、まあ、知ってたといえば知ってたけど。もう一度ボールを投げてく、すいません。痛かったんか、やっぱ。ちょ、どこ行った？あっちか。見てる！どのぐらい遠くまで行くの？手広げてる。これ行けるかな？えい！え、全然届くじゃん！
慣れないどう待てばいいかわかんないこれでいいですか、ありがとうございます。いや助かりました。ちょっと待って、そわそわする。自分でボール投げて捕まえるの、なんかピカバイでさ、ちょっとボール型のコントローラーを振るみたいなモーションはやったことあるけど、こんなに自分で捕まえてる感のあんの初めてだな。いいですか、君に捕まえてもらった3匹のポケモンは調査のために村に運ばれてきたばかりで、誰の言うことも聞かないのですよ。なるほど。君も言ったように、君の落下を分かっていたかのように、さっきも言ったかのようにごめん、ちょっと読み間違いが多いな。村を飛び出してしまうし、それにしてもリゼ君、君のボールさばきには驚きです。野球少女です。さすが天性山口、めちゃくちゃ力入れすぎないように気をつけます。ここに来たばかりなのに、なぜそんなにうまくポケモンを捕まえられるのですか。褒め上手やな。君の出現には何かしらの意味があるように。はい、来ました、主人公ね。私これ主人公特有の特別扱い大好きだからこれスマホだけど全てのポケモンとで、私 iPhone13、 あなたは、へえ、アルセウスフォン、不思議な代物ですね。まるで君を導くかのようです。初めて見るものなのかな。いきなりですが、いいですか、僕の夢はこの地方初めてのポケモン図鑑を完成させることです。わかりますか、ポケモン図鑑、ポケモンの図鑑なのかな。あらゆるポケモンを記録していく、とても先進的で素晴らしい研究です。ただポケモンを記録するにはポケモンを捕まえる必要があります。それはそうね。ですがモンスターボールは開発されたばかりで、うまくポケモンを捕獲できる人は少ないのです。そもそもクラフトするっていう作業があるって言ってたもんね。なんかポケダイかな、かなんかでもそこは見た気もするな。ダイパの発表を言って出てた、ダイパの発表以降にも見てたから。そこに登場したのが君、ポケモンを捕獲する才能の持ち主です。すべてのポケモンと出会う君と、あらゆるポケモンを捕まえてほしい僕、そう、お互い協力し合えるのです。どうでしょうか、助け合うというのは。普通にいい人そう。わかりました。住む家とかどうせいるしね、都合してもらえるなら。うん、正体不明の君ですが、ポケモン図鑑という目的のため僕は君を歓迎します。とりあえずポケモンたちを村に連れて帰りましょう。君の衣食住の手配もせねばなりませんし、通じてる思いがそれでは、え、ことぶき村、信用地方がモデルではあるんだろうけど、ことぶき村がことぶきタウンだっけになるのか。わお、やっぱ気になるよね。よかった、私だけじゃなかったんだ。異世界から来たのにやたらクールだなと思ってたんだよ。普通に気になるよね。うおー、古風だ。モンバーさん、いつもお疲れ様です。ほんとあんま例えに出すのはあれだけど、モンハンぐらいのあれだな。こちらは僕とポケモンの恩人ですので、村に招き入れますよ笑顔でもちょっとなんかうさんくさい笑顔といえばうさんくさい笑顔、不安そうな顔してる。そっか、知ってる文化と違うもんね、明らかに時代が。うん、でも家別にレンガ近未来っぽいな。おお、そう思うと博士がなんか西洋風の格好なのが目立つな。こちらですよ、僕についてきてください。はい、ウェイクアップって言われたし。ことぶき村は銀河団みんなのおかげでここまで発展したのです。今歩いてるのはミオ通りです。なんでミオって名前がついてる、見ない顔ね。どうもこんにちは。村ができて2年ばかり、まだまだ人手不足なんですよ。どこから来たの、見ない顔、ヘルスです、見ない顔、いろいろすいません、ごめん、ポケモン調査しないと村の外にも出づらいですし、奇妙な風体じゃ良くない、よそ者を乗せて排斥せな。奥にそびえるのが、うわぁ、この時はこういうロゴだったのか。知らない人と話したらダメだって。博士の後ろ誰だ、どうも。おっと、忘れていました。ちょっと私もあんま積極的にコミュニケーション取れる方じゃないから。逃げたポケモンたちについて報告をしないといけないのでした。ああ、
君は食堂で待っていてくれますか。橋を渡ってすぐ左の建物が食堂芋づる亭です。へえ。走ってちゃった。乗った。アルセウスポンが反応している。不思議な力で目的地が分かるように。いや、この不思議な力いつも湧いてくれないかな。全ゲームでマイナスボタンでアルセウスポンを使えば地図を見ることができる。はいはい。地図には目的地へのガイドや任務の情報も表示される。おっと、ガイドは移動中にも表示されます。あー便利便利。行き先が分からないときは周りをぐるりと見渡してこの目的地アイコンを探しましょう。親切だ。おお、これが現在地。あ、クラフト屋がある。芋づる亭、見知らぬ土地で。これがクエストだな。点があるところが何かしら。散髪屋、呉服屋、金河団本部、お守りパーさん、農場、放牧場。へえ、これは表門。こんな感じなんだ。全然逆方向に走っていく。獅子よ、翡翠はでっかい、危ないポケモンいっぱい。なのにあんたも翡翠に来たのか。来たというか、若竹。あ、ちょ。あ、待って、あれ、最初からしゃがめた。いつの間にかしゃがめるようになってる。兄貴が家を継ぐからよ、俺は翡翠で頑張る。翡翠ってこの地方全体のことを指すんじゃないの。わかんない。へえ。乗れるかな。乗れないわ。わーいわーい。牧場、放牧場。放牧場ね、いっぱいになるほどポケモンを捕まえる人なんているのかな。おはぎさん、ここに捕まえたポケモン放し飼いにできるってこと。 B 連打で屈伸より。屈伸勢すごい。ちょっと一周したいけどな。あれがさっきのポケモンか。いいねいいね。普通に歩いてるけどグラフィックめちゃめちゃ綺麗じゃない。剣立ての時もこれぐらい綺麗だったっけ。綺麗だった気もしてきたな楽しい。こっちが農場だっけ。農場だ。ここで木の実とかなんか今のポロックになるようなものが作れるんじゃないですか。ナバナさん、自分だけの、なんかめっちゃナタネさんと髪の毛似てるみたいな人が。畑が欲しくて海を渡ってきたけどよ。それには安全に畑仕事ができる農場を作らないと話にならん。畑ちょっと踏み荒らしたらあれだよな。すいません。稲佐さん、ことぶき村にはあんたのような奇妙な風天のやつも来るのかい。すごい、そんなに変かな。可愛いと思ってたんですけどそんなに変かい。この岩、いずれ岩砕きで食わせると見た。一生食堂に行かなかったら怒られるのかな。うわー、なんかポケモンバトルしてない。あ、してる。パチリス、ムックル、バッチーパッチーバッチーじゃない、バッチー食わない。うわー、かわいい。藻に入りたいよ。ワイキキワイキキじゃないよ。これバトルだよね多分。調査隊の連中一体何を調べてるんだ。芋づる亭の親父の得意料理とか調べてるのかな。調査隊が銀河団の人たちか。ポケモンの牙や爪には歯、刀では歯が立たないのだ。強っ。そんなに強かったんだ。人間にもポケモンととりあえず戦ってみようと思った時がちゃんとあったんだね。よし、両脇の建物は、おもろフィールドにずかずか入っていくのくさ。やっぱポケモンを恐れないことで有名だから私。食堂にも絶対に行こう。覗きたいやん。鉄管さん、どなたかお探しですか。いや、あ、ここ鍛冶屋さんか。クラフト屋さん。クラフト、何かの作業台のようだ。ここに来てなんか作る感じ。うわー、表も。あそこから出るのかな。出るときはこの庭だ。見慣れない人ですね。散髪屋さんだっけ。あ、違った、散髪屋さんの横だから。雑貨屋さん、散髪屋さん、呉服屋さんか。散髪屋さん、髪型が変われば気分が変わる。気分が変わる、何気分変わる。へえ、わ、おしゃれ、一つ一つしっかりしてるわ。シャロンさん、珍しいお召し物、どこからいらしたのかな。知らん。おお、洋風の人もいる。ちょっと出てみようぜ。止められんのかな。寿村の外は危ないですよ普
通にあっさり食べられた。デンスケさん、ポケモンが怖い、木の実を集めるのも怖いよ。まあでも刀で戦って勝てない動物って普通に怖いよね。猛獣だもんな、分類としては。それに加えて空を飛んだりとか炎を吐いたりとか不思議な力、テレパシーとか使ってくるモンスターもいるんだから、そりゃ現代よりも。こんにちは、すいません遅くなって。うろんなやつよの。芋づる亭はな、銀河団のための店。よそ者は帰った帰った。変なの、銀河団が慕われてる。あ、あ、待って、あ、え、え、主人公だからどこでも優遇してもらえる。なんでお前かぶいた格好してるけど。そんな薄着だとポケモンに襲われたらイチコロだろ。でも村にいるってことは誰かが許可をもらう。ちょっと今傷ついてるからあんまり話入ってこないから。なあラベン博士って知っているか。遠方からやってきた博士だけど、ポケモンに逃げられたりして点で頼りにならないんだぜ。っていうかめちゃくちゃコウキくんだね。普通に受け入れちゃったけど。電気ショックなんてポケモンの技を浴びて寝込まなければ。3匹を逃がさなかったら、あ、君が本当はついてて、あ、銀河団の団員賞みたいなのしてる。そうなのですよ、テル君。合わせる顔がないのです。ここではテル君って言うんだ。へぇ。あ、いつの間に？ひどい目にあったんだけど、芋づる食堂で。ですが、もう大丈夫です。ね、そのまん、そっくりすぎて、逆に驚きの、わぁ、誰だみたいなのがなかった。あ、コウキくんが来てくれたぐらいの感触だったわ。こちらのリゼくんが僕たちの力となるのです。もう決まってる。え、もしかして調査隊に入れるってことですか。また適当なことを。こんな変なやつ仲間にできませんよ。人を見た目で判断するなんてひどいよ。許可する。はっ、若く見えるけど、これもしかして赤木さんの。最も調査隊にふさわしい実力を持つならばだが、銀河団調査隊隊長の、これ赤木さんの系譜じゃない？ぽいぽいぽい、似てる。雰囲気あるぞ。ラメン博士から話は聞いた。逃げたポケモンを確保した能力を役立てる代わりに衣食住の提供を求めているとか。甘いのかな。見たところ15歳ぐらいか。であれば一人前の大人として働くのは。あー、そっか、この世代では15歳はもう一人前の大人なんだね。ん？待って、女性？本当だ、口紅。やたら唇のケアちゃんとしてるなと思ったけど女性か。だが素性も知らぬ人間を追いされてやったわけにはいかない。女性か。明日試験を受けてもらう。なるほど、フェアな提案ですね。どうですか、隊長も一緒に食べながら聞きたいこともあるので。まあ試験は全然依存ない。遠慮する。料理と真剣に向き合うために邪魔されず一人で味わいたい。同じ店には行くのに一緒に食べるの嫌なんだ。相変わらずストイックなお方です。では僕たちは食べながら詳しい話をする。これ同じ店だよね。左なんか建設資格みたいなのが立ってる。メベさん、いつもの芋餅。今日は3人前プリーズです。芋餅。すいません、ちょっと私餅が。おお、メベさんサンキューです。最高の芋餅ですよ。メベさん、さっき私のこと締め出したんですよ。笑っている。ラベン博士、こちらの流れ物どこで拾ってきたんですか。空に穴がありますよね。時空の裂け目と呼んでいる山の上。あれ違うよね。あそこから落ちてきたのです。やば、見上げるの忘れてた。本当ですか。僕は科学者です。観測した事実にどのようなルールがあるのか確認していくのが仕事。上見上げれば何かあったのかな。山の上のあそこから落ちてきてたら転がり落ちすぎじゃない。からなんでも僕には事実が全てです。あんま聞いてない方。僕たちがいる翡翠地方には数多くのポケモンがいますよね。いますね。草むらや森、海などあちこちに。そして調査隊はポケモンがどんな生き物か調べるのが任務です。ポケモンは怖い生き物です。
どのような能力を秘めていて、どういった不思議なことができるのか、さっぱり解明されていないのですよ。まあ、今でも解明されてないみたいなこと、博士たち言うしの。そういうもんなんだよ。そこでリゼ君なのですよ。ポケモンを3匹も捕まえました。いいですか ?3 匹もですよ。これほどの捕獲の天才。いやー、まあ、ちょっと才能見せちゃったか。銀河団にはいないのです。ようやくポケモンの調査ができるのです。3匹も。それはテル君でもすごいって思ってもらえるんだ。みんな野生のポケモンに襲われながら、1匹捕まえるのがやっとなのに。おっそうは。まあ、浜に逃げたポケモンを襲ってはきませんでしたが、ポケモンを恐れていないからこそ近づき、よく狙ってボールを投げられるのです。みんな異様に怖がってたのね。いやーごめんみんな、やっぱちょっと天才だった。アルセウス才能あるかもしれんな。みんなここで積むって本当？調査隊の連中よ、おかしな人間を連れてきてのんきに食ってる場合か。隊長なんて中で食べ過ぎ、芋餅を10人前も。ポケモン図鑑の完成がほど遠いとはいえ、焼け食いにもほどがある。焼け食いなんだ。島星隊長の焼け食いの日々も終わります。そんなにはかどってなかったんだな。さあリザ君もどうぞ。空から落ちてきた君も。銀河団に入れば食事も寝るところも安心ですよ。現在の銀河団知ってるからなんとなくいいように勧誘されてる気がするけど、まあ普通に純粋に助けてくれてるんだろうな。テル君もいるし。いやデリシャスでしたね。のんきだな。いいですか、リザは試験に受からないと調査隊になれませんよ。何の試験やるんだろう。リザ君の実力でしたら大丈夫、合格間違いなんか。海を渡って泳げとかだったら無理なんだけど、だといいな。リゼって まだ食べてたんですか。今夜はあちらの宿舎を提供する。おおほほ、わあかわいいお家。え、こんな立派なとこ入っていいんですか。だから試験に受からねば、明日からは村の外で生活。危ないって言ってたよ、門番の人。最悪のたれ死にだな。スパルタ。島星隊長と翡翠地方、厳しいって意味で似ているような。翡翠地方もこれぐらい厳しいってこと。僕たちを守るためにも強く振る舞っているんですよ。でも受からなきゃ私追い出されるしかなくない？僕たちに私入ってないよな。空から落ちてきた人、布団からは落ちないですよね。それではグッドナイトです。外国ジョークやめて、ちゃんと寝ろよ。はい、実はちょっと睡眠不足なんだよな。それにしても空から落ちてきたってお前何者なんだ。時空の裂け目ってマジでここなんだ。え、こっから落ちてきて転がって浜辺は始まりの浜だっけまで来てたってこと。屈強すぎん。試験で試すまでもなく、フィジカル強すぎだろ。じゃあ宿舎の一室行くか。もっとなんかふんわり落ちてきた感じなのかな。認められるまでは塩対応続くんかな。調査隊の隊長島星さん、怖いものとかあるのかい。ラピュタね、そういう方式だったのかな、落ち方。髪型を変えれば、この辺、まあじゃあサクッと入るか。うん、お邪魔します。おお、ボックスが、うわー立派なお家、いろりだ。宿舎の布団で朝まで休む。道具をたくさん収納できそうな箱が置かれ、チェストボックスってこと。よかった、ちょっと文化が違ってこことかで寝るのかと思ったよね。いろりを使うことで部屋の暖を取ることができる。スイッチ入れなきゃ寒かったりするとかあるのかな。飲料水を食べておく水がめ、ゴミが入らないように蓋がのせてある。へえ、ちょっと普通に勉強になる。おね、めちゃくちゃいい部屋じゃん。あ、調査心得とは、翡翠地方で調査を行うにあたり知っておくべき地方をまとめたものです。上ボタンのヘルプから、さっきグレーアウトしてたやつだな。団員心得、レポートを書くことで日々の活動を記録して残すべし。メニュー内のレポートで、それまでの、あ、レポートね。お任せは先切った。徐々に増えていくのかな。ちょっと見ていい、こういうの見たい派。あ、一個ずつこうやってチュートリアルを見ると、いつでも見返せるようになってますよ、的な感じか。理解。レポート書いとこう。ことぶき村ね。オッケー。翡翠地方の成り立ちみたいな本ないかな。そういうのだったらめちゃくちゃ見たい。
おお、あ、標語一つ、礼儀正しく一つ、命令を敬う一つ、好き嫌い禁止一つ、弱者を助ける一つ、困難に立ち向かう。なるほどね、一つ以外は容易に守れそうだったな。まだ着替えられないか。細かく見たくなるわ。最初誰かが拾った綺麗な石、本当にただの石、河原の石とかなんじゃないの。実は安頓が置かれているが、日皿がないため使えないようだ。安頓って日皿置いて使うんだ。そういうのすらなんかもう物珍しいわ。じゃあ寝ようかな明日の朝まで休みますか。はい、さっき餅がなんだっていやでも私この時代の食べ物絶対馴染まないだろうな。ビッパー、やっぱ、やっぱ聞こえたのビッパーだったんや。おお、この光、状態異常が起こった時になんか落ちた、木の下。あれってさ、ディアルがパルキアが暴走、赤い鎖で暴走した時に現れる RGB だよね。朝だ。おい、起きてるか。すごい雷があったような。雷扱いなんだ。早く来ないと知らないぞ。はい、もう早速団員試験なのかな。アルセウスでは多分ないよな。おう、うわー、朝焼けっぽい。朝早いな。知らない土地だろうけど、ぐっすり眠れたのか。意外と。ほら、本部に急げよ。島星隊長を待たせるの。え、これさ、島星隊長好きになっちゃう人めっちゃいるでしょ。赤木さんの時でもなんか男性のファン多いような気がしたもん。それが女性になってしまったらもう。お、ポケモン連れてる、ポケモン連れてないポケモンに見えたんだよ団長電ボクさんは強い。誰だ、自慢の相撲技でポケモンを投げ飛ばしたって。もっぱらの噂だぜ。すごい、戦う対象ポケモンなんだね。ね、なんか男性人気あるイメージだったわ、赤木さんは。多分かっこいいのはわかる。広っ、豪華。猫ちゃん、レジ袋見て猫ちゃんってなるやつね。1回だけじゃなくて 2,3 回やったことあるからやめて。銀河団本部だぜ。こんなに広い建物知ってるか。しっかりしてください、記念。野生のポケモン、ヨウジロウ。ヨウジロウ、なんか将来アーティストとして大成しそう。野生のポケモンたちに襲われた。相棒のポケモンも繰り出したが、群れ相手では多勢に無勢だな。遠くまで出かけるからです。医療隊が治療しますから。群れバトルとかあんのか。お前、試験に受からないと村の外で死ぬかもな。これさ、一応子供向けだよね。こんな簡単に生と死の概念出んの。それ以前に試験を受けるにしても相棒がいないとやっぱ死ぬかもな。ねえ、テル嫌いねえ、なんでそんな私を死なせたがるんだよ。おう、シマムス隊長リゼです。ヨウジロウたち気になるんだけど。わあ、許可する、入れ。ネームプレートそんな風に貼ってあるんだ。時代を感じるな。説明す、ケイシー入団試験だか。黒曜のゲイヤーにてビッパ、ムックル、コリンクという。おお、ダイパで最初の方に出てくるポケモンたちだね。ちょっと待ってね、くしゃみです。すいません、実は始まる前から我慢してたんだけど、ようやく今上がってきた。3種類のポケモンを捕まえてもらう。もうもうもう、初心者向けって感じだし。いきなりポケモンを3種類も捕獲、そんなことできた人なんていないのに。いやいや、持ち上げなさんなって。私のために昨日も3匹捕獲したのだろう。ダベン博士の言っていたことが事実であればたやすいはずだ。私たち銀河団にはただ飯を食わせる余裕がない。君が役に立つ人間だとみんなに知らしめる必要がある。なんか調査兵団ぐらいシビアだな。対応する調査隊専用のポーチだ。おお、あら、似合うじゃん、帯みたいで締め方が。ねえ、私テル嫌いヘンテコな格好にポーチは似合わないな。さあ行け、テル、何かあれば助けよう。優しい。メインゲーム入団試験ね。
今に可愛いって言ってたとこだったのに。これでガイド入れれるのか。アルセウスフォンの地図画面で Y ボタンを押すと引き受けた任務が確認できます。必ず達成すべき任務はメイン任務。待って、やばい、サブ任務とかあんの。はい、リゼ君、僕の出番ですね、ラベン博士。うん、だ、いや、いいと思います。え、あ、女主人公だからなの。相手がこう、ひかりちゃん、まあ、ひかりちゃんって名前じゃないだろうけど、だと気使ってくれるの。いや、皆さん改めてグッドモーニングです。博士、どうしたんだよ。ポケモン図鑑完成のために、そしてここで生きていくために、リゼ君にはぜひとも合格してもらわねばなりません。ちょ、ウキウキしてきたぞ私。そのために博士である僕がサポートできることといえば、はい、スコンコの、あ、ポケモン、クモ、プシュ、ピチャチャ、いや、決めてなかった。そうだそうだそうだよな、これが御三家だよな、どう考えても。さあ、リゼ君、君になるポケモンを、君の相棒、やばい、相棒ポケモンがいてくれれば野生のポケモンとも。わかった、ボールを投げたりするときだけアクティブというか操作要素があって、戦うときはコマンドになるとかかい。貴重なポケモンたちですが、この子たちはみんな君に興味があるようです。モテモテで困るな。さあ、どの子を相棒にするんですか。へえ、もくろう、最後まで捕まらなかったな。最後に捕まえたから逃げたのか。初めての相棒をもくろうにするのですか。ステータスとか見れ、ステータスってあるのか、そもそも。ヒノ、プシュ、初めての相棒はヒノアラシにするのですか。どうしよう。ミジュマル、ピチャチャ、初めての相棒はみじまるにする。全部欲しい。3匹捕まえるって言ってんだから3匹くれてもいいよね。どうしよう、決めてなかった。一番選ばれてない、みんなは、私ライバーさんの配信ネタバレ厳禁で見てないんですけど、人気なのは日の嵐が やっぱりなんだろう、やや人気かなとは思うんだけど、ヒバニーで行こう。何が見えていると言うんだね。どうしよう、どうしようかな。でも全部私使った。木狼、あ、木狼多い。ヒナがね、でもなんか私の配信木狼が多い気がするの。へえ、やっぱみんな人が、私も今人が選ばないのを選ぼうと心が揺らぎかけたけど、ミジュマ、でもミジュマルも多いな。多分キッズ、子供たちの人気が一番高いのミジュマルだよね、きっと。やっぱじゃあ、やっぱ子供からの人気欲しいからミジュマルでいくか。口が似てるし私と。あら、かわいい、ピチャちゃん、初めての相棒はミジュマルにするのですか。ちょっと待って、モクロね。決めとけばよかったよ。クポ、かわいいよね、モクロ。ぬいぐるみがポケモンセンター行ったんだけど、そのモクロのぬいぐるみが一番かわいかった。日の嵐な、最終進化のこと思うと爆運ってやっぱかっこいいよな。よっしゃ、目指します、キッズチャンネル。ピチャチャ、ミジュマルにしよう。かわいい。歩き方、じゃみんなちょっと歩いてきてくんないかな。なんかさ、あのナルトの作者の岸本先生がやってた、筆とご飯とお金を目の前に置いて、赤ちゃんの時にどこにハイハイしていくかによ、行った先によって将来何に関心を持つか占うみたいな、赤ちゃん占いみたいなのしようよ。私と食べ物とお金を置いて、私のところに来たポケモンパートナーとして迎え入れようよ。始まりの浜で君が捕まえたポケモンが相棒になりましたね。では、ミジュマルが入っているモンスターボールを渡します。これはもうこんなあっさりなんだ。ボール、なんか黄色いなと思ってたけど、よく見たらめっちゃ旧式っぽい形なんだね。ちなみにポケモンが入っているモンスターボールを、ポケモンボールというのは、ちなみに岸本先生は何だったかな？あれ？岸本先生の弟さん、双子の弟さんがいらっしゃるはずだけど、弟さんが、筆を手に取ったんだったっけな。どうだったかな。クポー、プシ
残りの2匹選ばれたみじまるを応援して、いい子たちだ、連れていけないかな、性格がいい。リゼと一緒に、あ、これ全員、そうですね、リゼくんが空から落ちてきた時、村から飛び出したぐらいですからね。私のピンチだと思って駆けつけてくれたのか。ですが君たち、まずは僕の上座を、ほう、かわいい。これ途中でなんか次は日の嵐を連れていくみたいなことできたりしないかな。ちなみに試験ではどのようなポケモンたちを捕まえるのですか。あ、言ってなかった、ビッパコ、リンク、ムックルだったっけ。なるほど、黒曜の原野にいるポケモンを3種類捕まえるのですね。では試験で使用する、まだ余ってるけど、おお、やった、70個モンスターボールを持っているとは思えない体つきでしょう。手作りのモンスターボールですが捕獲性能は確認済みですよね。はい、十分。君なら急にハッスルしないで。いよいよだな。試験の場、黒曜の原野には本部を出て左の門から行くんです。 OK、 出れなかった表門ってやつか。まあ誘導がある。あのさ、ニックネーム、あれ、道具がここで確認できる。へえ、あ、なんかスタイリッシュ、インターフェースが。みじまる5レベル見れるじゃん、強さ、技覚え、あ、名前変えれる、体当たりあるな、普通に威力40100、やっぱりコマンド戦闘だよな。技覚えをやめますか。君もしかしてカスタマイズできる、ノーコストでカスタマイズが可能か。そんなことある？そう？あ、マジで？ああ、すごいすごい。それは上がるわ。ちょっとこれが特防高い、素早さが低い。これではこういうもんなのかな。生意気な性格、ことぶきまらでレベル5の時に出会った。へえ、独特なシステムだもんね。名前オスだ。何にする？ラッコ鍋。食べてみたいんだよね、一回。ラッコ鍋。ごめん、待って、みんなどんな名前がいいと思う？みんな、どんな名前がいいですか？違う、今の、違う、ちょっとお腹空いてて。ちげ容赦ない。もうラッコ鍋でいい。チタタプ。なんかさっきからそういえば北海道がモデルらしいねみたいなこと言ってる人いたね。てかそうだよな、信用が北海道だもんね。そうかそうか、そう思うと本当にアイヌ系なのかな、イメージは。チタタプ、ホタチ、ホタチって普通にセンスいいね。まあラッコ鍋やな。もうラッコ鍋でキッズチャンネルとは、いやいや、キッズには分かりやすい、ラッコ鍋ってなんだろうって思って調べるキッズがいるかもしれないじゃん。本当に秒で忘れてたわ今、子供の人気を狙うこと。ひんなひんな、出て左ね。こうマップって、ま、ミニマップみたいな表示にはならないのかな。あ、はい、ことぶき村から、ここが黒曜の原野とかだっけ。わあ、ていうか、ぼーっと見てたけど、天眼山か、普通に。うわあ、今、ことぶき村の位置を見て、はってなったわ。なんかでかい富士山みたいなのあるわ、と思ったけど、天眼山や。ちょっと待ってよ。他になんか、ミニマップ機能はやっぱないんだね。右は時間か？ねえ、ちょっとテンション上がるわ。こんにちは。そうだよね、きっと天眼山の上空になんか分け目じゃない、時空の狭間みたいなのできてたしね。来てる津波で誰、あなた面白いです。あなたの方がなんか片目隠しは中に、自分はウォロ、胃腸紹介のものです。確かに胃腸っぽい髪色もしている。あなたの噂は聞いていますよ、空から落ちてきたとか。あ、シロナさんにそっくり。男性だよね、でも。自分としては気になって気になって。
本当だ。あの、シロナさんを中2って言ったわけじゃん。決して。なんとポケモンをお持ちとは、実に興味深くゴブリアス掴むかな。珍しい人、物、ことを確かめるのは商人の差が。どうです？商人の家系が先祖なんだね。なんか神話っていうから、神主さんみたいなお家の家系かと、てっきり太古の昔から。お互いのポケモンで腕比べをするのは？え？ちょっと。ポケモンをお持ちなのに、ぜひ腕比べしましょうよ。ちょっとポケモンを持ってる人が全員戦いってこと思うたらダメだわ。ちょっと。酒がてー。ちょ、ガブリアス出さないで。ますます好ましい。あなたとても面白いです。試験のことは小耳に挟みました。ポケモンの体力、HP が0になったら負けですよ。では景気づけに腕比べ開始。ポケモンの HP が0になったら私がボールを頭にぶつければいいんでしょう。うわ、かっこいい。胃腸紹介のウォロが勝負を仕掛けてきた。笑顔かっこいいな。トゲピー、チョケプリー、ラクナベ。体当たり覚えさせたっけ私。悪いわけにならない、勝負。うわ、かっこいい。うわ、ちょっと、ポケモンでポケモンを動かせるようになる？ならないのか。ポケモンの方を操作するのは無理なのか。ナイフで受けた私今、もしかしてこれが今流行りの遊戯王って。マジいけ、体当たり。そしてすかさず、おら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 、来い。待って、違う。どういうこと。何のために動けんだじゃあ。違うの、分かった。こういう時にボールを投げてフィールドのポケモンを捕まえろってことね。決着、かっこいい。ポケモンの技、道具使いこなせば世界は広がる。ちょ、戦い方のルール教えてよ。ああ、経験値、普通に技覚えた。ポケモンを競わせるのは楽しいです。言ってよ。なんか敵に守ればそういうのあるかと思っちゃったわ。競わせて育てればさらに技も覚えて強くなります。でもポケモンバトルをあらゆる角度から眺められるの最高だな。ポケモンのレベルが上がると使える技が増えることがあります。戦闘で使う技を変えたいときはポーチ画面でポケモン選び、技覚えで技を覚えさせてください。はい。なんだかな。ですがポケモンを連れている人間はあまりいないですから、皆さんボールを使えばいいので。この人もでも恐れ知らずの部類なんだね。それではお互いのポ、ありがとう。そっか、トレーナーがいすぎて通るの面倒くさいなって思うときあるけど、この時代にはそもそもポケモンを従えれるくらい勇敢な人というかあんまいないのか。え、めっちゃくれる、どうもありがとう。どっちに使う傷薬、あ、ポケモンね。ポケモンが弱ったら傷薬をお使いください。試験、自分は応援しますよ。銀河団員が増えるということはお客様が増えるということですから。ありがとう。この大荷物で一人で門の外に出るんだもんね。いや、5レベルのトゲピーでいけるか。試験はポケモンの捕獲だけど、それだけ戦えるなら心配無用だな。さあ、国の原野に出発だ。はい。寿村から出るときは地図で行き先を選び、門番のデンスケさんにも教えておくんだ。ほうれん、そうね。何かあったとき助けてもらうために。うわ、なんか結構死が身近な世界観。受かるといいな。テル、ちょっと待てよ。いまだメニュー画面の開き方が慣れないんだけど。雑魚鍋、新しい技覚えてたよね。水鉄砲、アクアジェット、これもう勝手に4つまでは自動で覚えてくれるんだ。いいね。受かるといいな。デレ、ツンデレなのかな、それはよくわからないけど。ちっちゃくして、ここが行く先だから、え、行き先地設定みたいなのいるのかな。これもう設定されてる。
入団試験の内容は国語の原野でビッパムックルコリンクの3種類のポケモンを克服すること。私律儀だから言ったことちゃんと全部やろうと思って守るよ。デンスケさん、リズさんですね、話は聞いております。入団試験を行うのは村の外、どうか命を大事になさってください。はい。あ、これでここ、あ、なるほどなるほど、原野ベースに移動しますか。何で移動してるんだ。移動の途中になんか強いポケモンに会ったら乗されそうだけどな。1時間、またまた。ここがベースキャンプ、調査などの最前線だな。試験の内容は3種類のポケモンを捕まえること。ドキドキしてきた。捕まえるポケモンはビッパ、ムックル、コリンクだったな。バトルがでもできるってことはかなり難易度下がってんじゃない。博士の話が本当か。だって HP0 にして気絶状態になってるところをボール投げたらいいだけの話じゃん。俺もしっかり見届けてやる。タカス、おい、おい、どこにでもいる。あの後隊長に言われたのです。確認する。あの者に何かあればあなたが責任を取るのですねと。優しい。厳しいですね、博士に何ができるのかと。隊長は優しいのに。僕が何かをする必要はありません。リゼ君の実力は本物ですから。負けたらこの人たちが担いで銀河団本部まで帰ってくれるのかな。俺責任重大だな、そういうの苦手なんだけど。でもリゼなら大丈夫だよ。さあ試験始め。はーい。じゃあ最初にこのポケモン捕まえればいいの。冗談じゃん、そんな冷たい目で見なくても通じない人だぜ。ポケモンに襲われた時は安全な場所に。安全な場所ってどこ。ここかな、キャンプ地かな。あ、団員入団試験か。死ぬのは受かれよ。ついてきてくれるんだ。え、これクラフトボックス、キャンプ道具箱、やばっ。モハンのキャンプに見える。テル、ん、あ、ここが行き先。大使坂だ。へえ。黒曜の剣や。こ、BGM どうなってる。ビッパー勝負、アクアジェット、ラックロベ。待って、お前は捕獲の天才らしいが、一応島星隊長から教わったことを伝えておくぞ。はい。ポケモンバトルのルール教えてほしかったよな。あ、中止とかあんの。 ZL ボタンを失敗して注目できます。へー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 。ビッパは温厚なポケモンだからあまり逃げたりはしない。じゃあビッパで練習しよっか。しっかり狙ってモンスターボロ投げるといい。はーい。なんか一瞬さ、シロナさんの戦の BGM が流れるかのようなイントロじゃなかった。狙っ中止ね、構え続けて。うわっ、びっくりした、びっくりした。そんな近くにいや、な、びっくりした。あ、ちょっと戦う、戦う。あ、なんて人懐っこいポケモンなんだ。だって今一緒にテルにボール投げようとすんの見てたの。ビンバビンバを覚醒、コマズは一匹目。よし、次だ、次。すいませんこんなことあるんだ。待って、楽しい。なんかやっぱ猫みたいだった。目線を合わせてない方が逆にみたいな感じだで、そのまま抱えて連れて帰れそうだった。あ、あれがムックルか。今見えたよね。お、ムックルだな。あいつらはすぐ逃げるポケモンなんだ。ビュー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 みたいなのだっけ。でも大丈夫、草むらでしゃがめば気づかない。いや、私そういうスニングビビめっちゃ苦手だけど。最大どのくらいまで届くんだろうな。いや、ちょ、足音立てるなよ。これくらいいけるかな。ええ、まあ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 、
あ、逃げた逃げた。上の方に投げたら届くとかないの？待て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 、50m？ それ肩強すぎじゃない？しゃがんで、こうやって行きます。この距離だと。ちょ、今のはね、何かのミスです。まあ、捕獲の天才だからね。おい、ムックル捕まえずにどこに。ムックルが向こう行っちゃったんだよ。待って、積んだ天才さん。ムックルが向こう行っちゃった。あの、積んだんですけど。もしかしてそこまで逃げるのは想定されてないですか？え、私のアルセウスもう終わった？あの、てるくん、私のアルセウス終わっちゃったんですけど。あの、すいません。草むら以外でもしゃがんでいるとポケモンに気づかれにくくなるぞ。別箇所におるんか。おい、逃げやがって。あ、いる。よっ、初期位置に戻ってきてくれてる。見ろ、この盤石の体勢を。この、ここって捕まる？なんかカーソルが変わる位置まで近づかなきゃダメ。これいける？この距離なら。あー、レガマークかな。鍵カッコみたいなのニョンニョンついてたみたいな。あー、捕まった。あれが出る距離まで近づかなきゃだね。おお、ムックルも捕獲成功だ。なるほど、お前すごいかもな。なるほど、遠いね。でも結構あれが見出るとこまで待てばよい。 OK、 よかったよかった。コリンクね。おっと、先輩として教えておくことがあった。アイボーの入ったモンスターボール、通称ポケモンボールの投げか。そう、それ教えてくれたらさ、バトルに持ち込めるじゃん。シアボシ隊長の教え、道具を投げた後にポケモンを投げるなら、え、読み間違えてる。道具を投げた後にポケモンを投げるなら、ん、 X、 ポケモンを投げた後に道具を投げる時も X。 隊長曰く X 切り替えの教えらしい。ポケモンを投げる、ポケモンを投げられるようにしたら木や岩に投げてみるといい。木の実とか取ってくれるぞ。いよいよ相棒の出番だ。あれ、私がなんか間違えてる。ポケモンどっちも道具やろがい。そんなことある？これで切り替えてラッコ鍋を、あ、こういうこと。おー、賢い。オレンの見てに入れた。見えた今。おもろすぎる。もう一回もう一回。あ、もうダメ。もう一回。おー、岩とかはちょっ、あ、話せる。喋った。しかも今、こんにちは。これは可愛いだけってこと？ここのままついてくる。ちょっと、おわ。これ、こっちおいで、こっちおいで。オレンの実って投げれる。いくぞ、こっちこっち、いくぞ。受け取れ、ラッコ鍋。あーあーみたいな感じで口開けてるんだけど。待って、これ取れなくなった。やば。あ、取れた。え、消えた。残念ながらついてこない。かわいい。待てだけ。あ、そうなんだ。じゃあちょっと私ポケモン捕まえるね。コリンクって言った？どこだ？え、あー、どこに行くんだよ。すいません。あ、向こうか。オッケー。煙出た。え、これロストなの？今の口開けてんのは与えられないの？木の実。コリンクだ。はい。かわいい。コリンクは気性が荒いのがわかるか？どういうこと？わからない。気にするなよ。ポケモンを注目すればよくわかるかな。教えてよ。気性が荒く興奮している。あー、ポケモンはボールを弾くんだ。そもそもアクアジェットだ。 ZR ボタンでポケモンに注目すると捕まえやすさを知ることができます。三角マークのアイコンが多いほど捕まえやすい状況を表しています。
人間に敵対心を持ったポケモンは×印のアイコンがつけます。このアイコンがついたポケモンは戦闘中にしか捕まえられない。あー、だから動き回れた。案ずるのは俺がいいことを教えるから。はい、勝負を仕掛けるんだ。へー、勝負の最中にポケモンを投げればポケモンを捕まえられる。ふんふんふん、さっきポケモンボールの説明をしただろ。それを捕まえたいポケモンに向かって投げるんだ。ラッコ鍋を投げろってことね。ゴロさんとの勝負が練習になったな。さあ最後の一匹捕まえてこい。ポケモンボールを投げることで戦闘になります。道具を投げる、あ、切り替えてねと。はい、言われたがままにラッコ鍋をファイヤー。あ、ちょ待って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 、ビビってないけどね。よし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 、これね、技を体当たりとかさせる前に道具に切り替えておいた方がいいか。この状態で体当たりでかましてやれ。でやってる間に、あ、でもボール出ない。おお、電光石火ね。すごい、なんか迫力ある。え、2回行動ラッコ鍋。モンスターボールを投げますか。あ、え、こういう、待って、中止すればわかるって言ったな。わかんない、捕まえやすいかどうか。もう気絶させよう。ラッコ鍋体当たりだ。え、アクアジェットみたいな、アクアジェットにするか。次アクアジェットで決めよう。ね、でも倒したらさすがにダメなのか。一回投げてみるか。ほい、あ、これは自動で投げる。あ、おお、おお、今全く同じ。私バトルしてる最中、水鉄砲とか撃ってる最中にぐるぐる回ってボール投げれるんだと思ってた、背後から。そういう不意打ちプレイではないんだね。なるほどね。本当に3種類も使えられるなんて、お前ポケモン捕獲の天才だな。でしょう、そうでしょう。ラベン博士驚いただろうな。そうね、一応単性なんだね。理解しました。空から落ちてきた人間が逃げ出したポケモンを次々と捕まえたなんて、そんな騙し討ちみたいな。いや、なんかやっぱ野生のポケモン危ないし、この時代だとそれぐらいしなきゃいけないのかなって。俺もこの目で見るまで博士の話を信じていなかったよ。3種類のポケモンを捕まえた。試験は合格だよな。喜んでくれるじゃん。うん、コリン君にビビって、あ、走ってきたらビビる。ダイレクトアタックトゲピーで実証済みだから受けること。合格間違いねですといった言葉が事実となりましたね。何はともあれ、リーゼ君おめでとう。すべてのポケモンに出会えの、あー、忘れてた目的、第一歩です。記念に1枚撮りましょう。うわー、リゼの才能は本物です。認めるよ、急に認めてくれた。2回行動何だったんだろうね。なんか行動順変えれるの？ Y って言ってた。終わっちゃった、その前に。島星隊長に報告ですね。さあ、寿村に戻りましょう。はーい。説明されたことは一生懸命やろうとするけど、説明されないことはマジで最後まで気づかない。私、ジャッジアイズやってたんだけど、いや、いいわ。ちょっとみんなドン引きするかもしれないから。捕まえたポケモンはいずれ村の放牧場で預かってもらえる。ちなみに連れて行けるポケモンは最大6匹なんだ。6匹もでも連れてたら猛者扱いだろうね。そんなすごいやつ、あ、やっぱそうなんだ。元気になる。あ、言ったかな私。ジャッジアイズ難易度ノーマルでやってたんですけど、あれって回復アイテムがタフネスとかスタミナっていう栄養ドリンク系のアイテムと、まあコンビニとかで買えるお弁当とかがあるんですけど、私食べ物系のアイテムはその場で飲食店に入って食べる以外回復の方法がないと思ってて、お弁当とか一切なしでタフネススタミナとかのみで最後までクリアしました。ドン引きされましたね。配信でやってたらこんなことにはならなかったんだろうけど。さあ、本部の島淵隊長に報告です。さすがの島淵隊長を手上げた顔見せ、すごい、やっぱすごかったんだ。難易度高すぎると思ったもん。誰とは言わないけど、ラスボス戦とか私、ゾンビみたいになってた。携帯があることだけ言っていい？まあ、何段階かこう戦うんだけど、すべての段階で死に戻りしてたからで、ね、も
縛りプレイなんだ。もう本当にやばい。こんな難しいんだ。私ってこんなにアクション下手だったんだって思いながらやったわ。そう、しかもアイテム補充できるタイミングがいつもあるわけじゃないから、そう、普通食べ物だったら無限大持てるからさ、スタミナとかって5個とか3個ぐらいずつしか持てないんだよ。だからいくらゾンビ返りできたとしても、もうアイテムはない状態からリトライとかになるんだよね。今作はそういうことがないように皆さんのコメントとか見てきながら行こうか。あ、すぐるさんに話しかけちゃった。はい、何度諦めようと思ったことか。若干だからトラウマだもん、キムタクのシリーズ。やったー。この上3階は銀河団団長のお部屋、正体不明のお前さんは通せないの。まだ信頼さすがに得られてないのか。さすがの島星隊長もたまげた顔を見せるような、驚いてくれるかな。こんにちは。どうやらのたれ死にせずに済むようだな。祝福する。お祝いしてくれた。驚いてはないけど。試験は合格、貸したポーチはそのまま使うが、やったそれにしても感心した。傷んだ君を試すため、無理難題を出したのに、やっぱ無理難題だったんだな。ムックルの試験とか難しすぎると思ったもん。30時間ぐらいプレイした人しかできないゲートだったね。ジオスで調査隊の制服だ。わーい、ようやく着れる。この隊長が着てるのと同じ着物っぽいやつかな。おお、わらじ。昨夜草履か、泊まった宿舎に着替え、本部3階にある団長室にすぐ。はい、そっか、団長じゃないんだ、島星隊長だもんね。調査隊としての最初の任務だ。制服を着用し団長に挨拶よ。はい、ごっちゃになってたけど。銀河団の制服に着替えろよ。自分の部屋の鏡を見ながらさ、この頃のかっこいい制服を引き継いでいれば。わらじやってた。あ、やってた、よかったよかった。よっしゃ、着替えるで、レッツゴー。ドキドキするね、この格好。まだ多分見ていないのでは。 PV かなんかでは見たのかな。ちょっと待ってね、マジで暑いから暖房切ってきていいですか。失礼します、一瞬。始まる前暑かったんだけど今めっちゃ、あ、寒かったんだけど今めっちゃ暑いよ。着替えるで。調査隊制服と調査隊わらじに着替えましょう。草履はそのままリッティ読めそうな感じだったっけ。勉強になります。着るよ。ほい、おお、このマフラーおしゃれ、いいね、いいじゃん、お似合いだよ。靴ね、靴をわらじに。あー、隊長たちが履いてたやつだ。カラーコンタクトあるの。ま、うわー、どうやってカラーコンタクト持ち込んだんだ。うわー、この時代にもコンタクトだけ充実しすぎじゃない。ポピーレッド、うわ、ホワイトかっこいいな。めちゃくちゃホワイトっぽいけど、まあパープルかな。私ってパープル、ラベンダー、うーん、赤ではないか。このレッドに見えるという説もある。無人島にカラコンだけ持ってくやつ生き延びる気がない。多分パープルだよね。アルセウスさん、おしゃれには気を使わせてくれる。これでいいか。着替える。はい、やった。似合う。ね、ラベンダーもちょっと良かったよね。むちゃくちゃ黒髪にして良かった。金髪でも、でも異国感が出てて良かったのかな。調査隊の制服だと仲間って感じがするような、すごい。一気にお揃い感出た。それにしても隊長、いつから制服の準備をしていたんだ。あ、もう仲間になるって信じて置いといてくれてたんだ。着替えたか。はい、昨日提供した部屋だが今後も使うと。ありがとうございます。
こちらも使え、感想は似合いますか。おお、帽子ポニーテールになってる、おしゃれ。そっか、金でも確かに似合いそうではあるな。生えたかも、コンに。あ、団長に挨拶せよ。おお、ちょ、見てみんな、これが銀河団の団員服よ。かっこいい。これ上ってどっちからでも上がっていいの？右から行くやつは軟弱みたいな。似合う。広いな、ていうかここもとかも入れるのかな。入れない。ね、あんなでかい部屋くれるんだね。あ、EV、EV、VV、美人がいる。あれ、カリンさん、サザンカ。これからは空から落ちてくるものの宿舎を用意せねばならないのかな。え、カリンさんか。花の名前的な、なんか、え、みんなその祖先っぽい人が、ポケモンに見えた。いけばな。小雨さん、ポケモンは謎ばかり、その秘密を解き明かしてよ。はい。あ、だからイーブイなのか。ブラッキー相棒だからみたいな。ポケモンに力仕事を手伝ってもらう。いやいや、そんなのは無理だろう。これはモデル特になるかな。ね、に、ちょっとね、ちょっと似てたよね。中吉さん、新天地で暮らす。さあ、やることがいっぱいだ。今ちょっと白目しかないように見えてすごく怖かった。へえ、ここは入れない。なるほど。上に、ちょっと待って、でも1階にもさ、なんか揉めてる洋次郎たちいたよね。会えるかな。ちらっとだけね。ポケモンとかいたら見たいし。ここ団長の部屋、この辺だっけ。違うかな。タミさん、調査隊員だったんだね。傷薬はご自身で作りなさいな。これが医療隊か。わあ、あ、寝てる。たけし、目つぶってるだけで全部たけしに見える。キネさんだ。あ、グアノゾークやったらベースキャンプで休みなさい。ジョイさんみたい。いいね。はい、博士、これからですよ。調査で忙しくなるのです。ほほー。あ、いやー、ヒロアルシが暖炉にいる。暖炉だよな。木狼は、おお、めちゃくちゃ絵になるな。怖いよ。きね、みじまる連れてなかったらここにいたのかな、もしかして。てか、どこだ、1階の奥とかかな。まあ、会えなかったら、まあ、会えなかったらでもいいんだけど。ね、かわいい。ピザ窯では、ピザ窯だったのかな。確かに形的には濃かったような。丸いレンガ全部ピザ窯に見える。違うね。お、なんか広くない？まだ建設中で増設してるっぽかったしさ、一体どういう。おお、下もある。あ、ヨゼロたち上なの。まあ、でもちょっと一旦一回りしてみるか。なんか増設、外から見たらさ、左の方に新しく塔みたいなの作ってなかった。あー、あれ、ここがボール作りおっば。タオファーさん、道具が足りなくなったら自分でクラフトすればいい。クラフトできるものを増やすならレシピを集めればいい。へえ。クラフトには材料が大事。材料集めにはポーチが大事。修造さんに頼んでポーチの収納数を増やすというぞ。へえ、俊平さんと、しゅ、え、俊平さんが修造さんに頼んでポーチの収納数を増やすといいぞって言ったんだっけ。へえ、目的地は3階なのは分かっている。すごっ。ここになんか、何やってんの君。へえ、調査隊の人だ。何者、どこの子。この子調査隊の子じゃないよね。子供も入り込んでいいんだ。誰かの弟とかかな。あ、じゃあ上がるか。上に上に。ややこしい名前だな。今ちょっとなんか同一人物の名前を言ってるかどうか分からなくなりました。上に上に、広い建物。はい。ん？めっちゃ貫禄ある。おお、待ちかねたぞ。はあ、あ、もうじゃあ寄り道
せずに頑張ります。何この BGM、 銀河団団長、電木である。ああ、入り口で噂されてた電木団長があなたですね。むっちゃなん七カード博士だよね。このヒゲの形、うむ、お前がリゼだな。銀河団団長の系譜だったんだ。煮え切らぬやつならすいません。時空の裂け目から落ちてきたことを含め、おおよその話は聞いている。さて、待って、何の準備もできてないよ。立ち会え。ぶつかる。え、あ、こっち。では投げられるって、相撲で。リゼ、うむ、あ、もう目線が勢いを感じる。相撲はまだまだだが、見どころはありそうだな。ポケモンが投げられるのにこんな少女が耐えられるわけない。空から落ちてきたお前を不気味だと思う者もいるだろう。人によっては災いを招くものと考える迷信深い者もいるやもしれぬ。だが入団試験に合格したのだ。お前が面用のやつでも、面用って言葉久々に聞いたわ。ことぶき村の仲間として受け入れよう。銀河団の仕事に駐禁し、ポケモン図鑑を完成させよう。変なの、この時代は銀河団がポケモン図鑑完成させるために頑張ってたのか。リゼ、ポケモンとは恐ろしい生き物、何回も言われるな。心して調査に励め。はい。ここで挨拶したから達成か。次何やるんだろう。もうどんどん新しい場所行っていい感じ。団長に認められたな。ありがとうございます。君の銀河団団員としてのランクはゼロ星となる。島星さんってもしかしておもろ、名前も星だしランクも星なの。おもろ。調査団員として活躍すれば君のランクも上がる。団員ランクも上げるにはポケモン図鑑の完成度を、はは、なるほど。クエストをいくつかこなしてメインキークエを出現させるみたいな感じか。そして図鑑の完成度を上げることは、すべてのポケモンと出会いという君の使命を達成することにつながるのです。そもそもあれだもんね、ストーリーのやつってチャンピオンに勝つことが目的だけど、これってそういうんじゃないもんな。これも与えるクラフトに必要なレシピだ。モンスターボールのレシピを、ありがとうございます。ボングリの実、ボングリの実だって。ボングリの実と互いし、3000円で材料を買うといい。違うのかな謎。テル、クラフト名人の君に命じる。リゼにクラフトを指導せよ。ようやくここでクラフトなんだ。了解です。クラフトについて教えるぞ。俺に任せろよ。はい。クラフトとは手作業のこと。そう、銀河団は調査に使う道具を自分たちで作るんだ。雑貨屋でも買えるけれど、自給自足の精神が大事だからな。お金がね、きっと足りなくなるだろうしな。ポケモンを捕まえるためのモンスターボールも作れるじゃん。説明より実践するのが一番だな。クラフト屋に行くぞ。へぇ、チュートリアル始まった。わーい、どんな風に作るんだろう。自分でなんかいろいろできるのかな。トンカチ打ったり、化石掘りみたいな要領で叩けたりしたらちょっと面白いけどな。おう、呉服屋のシャロンと申します。ああ、先ほどはどうも。この度は入団おめでとうございます。博士に頼まれていた着替えです。どうぞ受け取りくださいませ。道中着、また桃引き。村にはいろいろなお店がございます。よろしければ足を運んでくださいませ。もう着れるってこと。おい、クラフト屋はこちら呉服屋に吸い込まれそうになってんのがバレたわ。クラフト屋、じゃあ行くか。うん、お菓子買ってどうしよっかな。こんにちは。クラフト屋に置かれたクラフト台、ここでクラフトをするからな。はい。ちょっと早口言葉みたいだったな。そんなこと全然思ってなかった。うわー、なんか叩けそうな見た目してない。モンスターボールの材料だ。ま、合格祝いってところかな。隊長にもらったお金は好きに使えばいい。本当にお菓子買っていいってこと。レシピを確認すれば必要な材料がわかるから。へえ。クラフト台で作る道具を選べばクラフト開始だ。やってみな。
ことぶき村やベースキャンプにあるクラフト台を利用すればモンスターボールなど道具を作れます。レシピって今でもモンスターボールしか持ってないよな。ほい、じゃあ試しに投げ道具、薬、その他、傷薬のレシピとか欲しいけどね。やってみる？行くで。クラフトする。5個ぐらい作っとく。12個、7個作っとこっか。あっという間だった。へえ、やったー。お菓子300円まで。初めてのクラフトですのに。でも雑貨屋はちょっと行ってみたいよね。便利な道具あるかも。見事なモンスターボールですね。ね、なんかコツがいるのかと思ったらあっさり作れてしまった。やっぱり天才か。前にも説明しましたが、ポケモンには小さくなるという不思議な能力が備わっています。その能力を生かしてポケモンを捕まえるのがモンスターボールなのです。そして捕まえたポケモンを記録するのがポケモン図鑑です。さあどうぞ。あ、今もらえるんだ。ありがとうございます。やったー、ポケモン図鑑ね。みじゅまる、日の嵐、灰色だ。持ってるポケモンも灰色。研究レベル、見た数とかで記録されるの。早技、力技、切り裂くもね。ちょっとネタバレやめてください。よくないと思うな、こういうところでプレイヤーの楽しみを奪っていくの。なるほど、君のために用意したものです。やった、すべてのポケモンと出会いという使命を果たすのに役立ててください。図鑑完成のためにも図鑑タスクもこなさないとな。俺も頑張って調査しないと。あ、ちょ、半分ぐらい頼むよ。ピセ君、それでは図鑑タスクの説明をするのです。原案ベースに行きましょう。図鑑タスクで調査開始。へー、こうガイドを常に入れてくれていいけどな。サブクエとかが混ざるとややこしくなるからか。図鑑見てるだけなのにネタバレ感じ。なお聞こえていたんだが、はい、これでモンスターボールを作るといい。ありがとう。原野ベースに行くならついでに俺のこれがサブクエだな。お使いを依頼しようとしてるだろう。俺見張りだろ、持ち場離れてるとまずいから。本部の前で待ってるよ。しゃあないな、初めだし一個聞いてやるか。君、ポケモンのケムスを知っているか。知ってる。ラベン博士が話していたのだ。ポケモンは戦ったりして経験を得ると進化と呼ばれる。姿形が変わって強くなる。ちゃんと進化はあるんだ。まあ翡翠地方の進化の姿みたいなのが話題になってたもんな。おお、え、ピカチュウ。一部のポケモンは進化して姿と能力が変化します。ポーチ画面で進化させんだ。俺は自分の手でケムスを育て進化させたい。君調査隊だろう。もしケムスを捕まえたら俺に出てくれないか。しょうがないな、俺も用意するからさ。ケムスの捕獲頼んだぜ。はーい、ガイドまではいらないだろう。おほう、ここなんだっけ。食、煙芋にはこだわりたい。いつもなんか食べれるわけじゃないのね。ここは、お、傷薬いるかな。いや5個あるからいらない。元気のかけらもう売ってるの、安い。寄せ玉の素、餌と混ぜ合わせることで香ばしさが増す。養老丸、寄せ玉ってなんだ。こんにちは。あ、待って、サブクエの匂いした気がする。あんた空から落ちてきた人よね。ことぶき村の外に出るの。調査隊ってポケモン図鑑を作るんでしょ。ムックルのこと調べてきてよ。ムックル、ポケモンは怖い生き物。でもムックルは見てて癒されるわ。触れないけど。ムックルの図鑑完成したら見せてね。その程度でいいんだ。サブ任務ってさ、別にいくらでも受けっぱなしにして大丈夫だよね。ある日村八部とかにならないよね多分。神、あら、先払いかな。あ、店内通してもらえる。お、それでは先にご案内します。荷物をお預かりします。はい、さてどうなさいますか。残切り、待って、これ選んだら決まる。これでいいですかみたいなのあるよね。え、待って、残切り可愛い。思ってたより。挑発、調査隊総発、丸刈り。あ、丸刈りもこれはこれでスタイリッシュだな。巻き髪、へえ、網束髪。むっちゃ待って、残切り可愛くない。
色もここで変えれるんだ。しかも色こうやって示すんだ。黒色と濃紺って違ったのか。白。うわ、え、本人まあでも最初だしこのままにしとこっかな。うわ、でもせっかくなら。ザンギリめちゃめちゃ可愛いよな。男の子みたいかな。試しに、せっかく髪の毛変えるわけだし、これにしてみるか。ちょっとこれ何が変わった。色、白、あ、眉毛か。眉毛白はちょっとなく見えるな。濃紺、地毛の、じゃあ地毛の眉毛にしと黒、濃紺、いや濃紺ぐらいが多分自然だな。これで OK か。ちょっとどこで決定してる。ちょっと待って、私が邪魔で見えない、コマンドが。あ、X ね、 OK。 せっかくだからこれでよしよし、選んだ内容でやってもいいのですか。はーい、挑発似てたな。受け止まります。それでは始めますよ。ちょ、せっかくなんか帽子頭巾もらった姿にあれだけど、で眉毛白はちょっと遠目で見た時見えづらい。眉毛剃ってるみたいに見えるから似合うじゃん、かわいい。文明開化の音がする。戦んないで、またぜひいらしてくださいませ。かわいいね、かわいい、いいね、いいね。これはあなた宛に特別な、何、写真が届いております。誰からかわからない贈り物を受け取りに、ハイカラ上位、ハイカラ下位、ハイカラな靴を受け取った。貴重な品物のようですね。なんかの特典か、大事に扱ってください。はい。ん、ここで着替えさせてもらえませんか。待って、めっちゃ届く。一旦お家帰んなきゃダメか。かぶいた着物して、桃引きしちゃいみ。待って、めちゃくちゃいい、やったー。でも、団員服で最初ぐらいは試着だけでもしたいな。すごい届く。おお、お面、お面とかもあんの、やったー、めっちゃ嬉しい。これは、あ、ようやくか。何をなさるのか。失礼、お選びくださいませ。服を買う。うわ、めちゃくちゃある。ホック帽、ホック帽以外もあんのかな。傘、何傘って読むんだこれ。傘、鉢巻き、鉢巻きはなんか一気に忍者感出るな。道中着、これはもらったやつだよね。桃引き、桃引きってなんか普通にパンツは、空手着、うわー強そう。これポケモン使わなそう。空手着、下駄かっこいいな。ゾリより下駄の方がかっこいい。かっこいいけど、いや、お買い物はとりあえずはいいかな。お金何に使うかわかんないしね、まだ。着替えれるな、ここでも。うわ、かわいい。こんなことになるの、めっちゃかわいい。ハイカラ、え待って、なんか想像してたんとちゃう。バカなやばやば、ハイカラってそういう意味か。着物は、うわ、着物なんか思ってたんと違う。サンダルは最初からあるやつか。とりあえず調査着で行こっかね、やっぱこれが一番似合うし、お面だけしよっかな。これで行こう。まあ、まだね、まだね。ね、着物もっとむちゃ着物かと思った、思ってたんとちゃう。まあでもこれはこれでかぶいてるのか。動きやすそうではあった。色合いがチャレンジすぎる。外に出る。はーい。こういくか。原野です。ロールキャベツみたい。思っても言っちゃダメ。あ、ロード画面変わってるわ。っていうか、レポートしてない。レポートしよう。お。レポート警察出ないね。定期的に忠告してくんないと忘れちゃうよ。嘘嘘、大丈夫です。
なんか、やっぱみんなも新作には結構夢中になる可愛げのあるところが。さて、リジェ君、ポケモン図鑑を完成させるには、図鑑タスクをこなす必要があります。レポートしろ！すいません。ポケモン図鑑を見ればタスクを確認できますよ。はい。お、なんか多い。図鑑タスクとか、ポケモン図鑑を完成させるためにやるべきことです。ポケモンの種類ごとに内容や数が違うので、まずはどんなタスクがあるのか、下ボタンで図鑑を開いて確認しましょう。はい。ZL ボタンでポケモンを注目したまま、ポケモン図鑑を開くと図鑑タスクをすぐに確認できて、あ、ビッパーのページが開くよってこと。へぇ。ポケモンを捕まえたり、ポケモンと戦ったり、図鑑タスクをこなすことで研究ポイントを貯めるのです。よし、リゼ、大事なことを教える。野生のポケモンを、お前もそうだろ、また怖いこと言って。そんな時は、回避だ。ローリングか？なんですか？若干このリゼ、愛想が悪い。回避？あ、みんなお任せレポート使ってんだ。いいからよく見ろ、そして俺の動きを盗め。はい。行くぞ、はい。おお、やはり回避といえば。リゼ、今のが回避だ。いや、これやれってんの度胸いるでしょ。素早く回避すればポケモンの技を避けられる。ポケモンの技は強烈だからな。何発も食らうと気絶、私もやっぱり気絶するんだ。え、じゃあトゲピーの体当たり何発も食らってたら気絶してた。バトルでも無効？有効？コリンクの電気ショックで気絶した時も警備隊の人に助けられたんだ。嫌だな、助けられて運ばれるの。心配するなよ。俺がいろいろ教えてやるから。どうもありがとう。だって先輩だからな。後輩できて嬉しいんだな。ポケモンの群れの中にローリングとかで飛び込んでいったらどうなるんだろう。追いかけて回避 Y。 おー、軽やか。むっちゃローリングであ、おもろい。軽やか、いいね。レポートするか。図鑑も一応見とく。図鑑タスク見ろって言われた。レポートを書く。オートレポートね、悩むんだよな。配信してない時にやって、なんかイベント始まったら大急ぎで切らなきゃいけなくなるよね、多分。はい。ポケモン図鑑未報告タスク、なんなどこだ。二重丸。タスクを確認しましょうみたいな言われてたけど、生息地じゃないよな。これか。図鑑、ムックルの図鑑タスク、これか。さっき見つからずに捕まえた数、倒した数、確認した姿の種類数 2？ え、これが翡翠の姿があるってこと？もしかしてそういうことか。調査隊9伝。はい。あ、オスメスね。なるほど。 ZL でポケモンに注目したまま下ボタンで図鑑を開く。すると図鑑タスクをすぐに確認できる。ワクワクしちゃったわあ、いる。ビッパの図鑑タスクには捕まえた数というのがあるだろう。そう、1匹捕まえて終わりではなく、2匹4匹とどんどん捕まえ、これ分かったわ、時間が解けるって言われた意味。1匹捕まえて発見したじゃないんだ。ポケモンと戦うときは島星隊長 X 切り替えの教え。ポケモンの入ったボールとドグ、どっちを投げるか切り替えろ。はい、早速試してみなよ。じゃあ俺は先で待ってるぞ。 OK、 行くぜ。あ、もういた。注目したまま下。おー、これでビッパが倒した数とかも入るんだ。今もうこれ投げれる。なんで寄ってくる可愛いやつめ。かわ、待たれ。えい、ちょ、うーん、そい、よっしゃ。すぐ捕まんない時もあるんだ。バトルにするか、バトルにするか。これで確認、あ、中止状態で確認して捕まえた数に、うわ、でも25匹も捕まえ、いや、倒した数に切り替えていいよね、これ多分。いけ、ラッコウェイ。2匹一緒には戦えないんだ。わかった。アクアジェット見たいもんね。アクアジェットでこうやってやり、いいね、いいね、かっこいい。ちょっと待って、こっち側から見るか。うわ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 、
待ってリッパー、もう逃げたりするんか。え、こういうこともあるの。音かっこよ。あ、すいません、ちょっと夢中になってました。普通に背後通せんぼしたいな。もう一度調査隊クレーン。 ZL でポケモンに、あ、すいません、え、やってなかった。下ボタンで図鑑を開く。これで図鑑タスクをすぐに確認できるだろう。ムックルの図鑑タスクを見てみなよ。はっ、了解。見つからずに捕獲というのがあるだろう。草むらに隠れて捕まえるとこなせるから、やってみるといいんじゃないか。タスクをこなせということ。仕事が、じゃああっちで待ってるからだ。タスクをこなしたら来いよな。はい、とりあえず図鑑を開いてみるの巻きをさせられてるんだな今。びっくりした。それで草むらでしゃがむ、中止する、中止、この状態では、あ、いけたわ。見つからずに捕まえた数。ここから、えい。あれ、怒られた。なんで。ラクダで、こんなことあんの。びっくりした。BGM 急に、不意をつかれて動けない。今が捕まえる、これももう見つかって倒したことになるよね。どう。どう、モンスターボール。あ、ポケモンボール投げちゃったのか、切り替えてなかったのか。え、でもこういうことできるんだ。見つかんない状態でボール投げると、不意打ち扱いになるんだ。戦った時に、なんか、ちょっとひどいことした気分になった。これで投げなきゃいけなかったのか、なるほどね。あ、コインクとかもいる。もう一匹行くか。ムックル、面白い。おるか、どこにおる、どこにおる、にょいにょい言ってる。あ、いたかわいい。これでモンスターボールね。気づいてないかな、気づいてない。今ならいける。えい、ここ見てなければ捕まるみたいな。おお、かわいい。確かにポケモン投げるときなんかモンスターボールマークになってんだと思ったわ。道具とポケモンの見分けがつかない。すいません、そう、決してそんなつもりじゃ。普通に X ボタンを押し忘れていて。え、そんな遠くまで行く。あ、コリンクとかをここでやれってことか。誰か立ってる。ここも隠れていくか。モンスターボールね。うわ、でもちょっとポケモンも当ててみるの、もう一回ぐらいやってみたいな。こう後ろ、はい、踊れる。図鑑開くか、図鑑開こう。あれ、中止状態でした。噛みつくを見た数。地面タイプの技って、こんなんあるんだ。え何が起こったかきっとわからんだろう。やば。持ってるポケモンが、不思議なことに。ちょっと何がどうなって落ちになってるかわからない。橋だ、あっちの向こうにはまだ行けないのかな。これじゃあ橋の先に進むと強いポケモンが多く生息しており、なんかいるポケモンっぽいもの見えないな。危ないのだ。難易ランクが一つ星以上なら進んでも大丈夫だろうかな。あ、これで一つ星に上げておきなさいねとかそういうことか。ラッコナベ、いけるか、やってくれ。かわいい。ようやった。これ、ボングリだったんだ。めっちゃいい。こういうフィールドで何でもないとこでもこう、一緒に共同作業できるのいいね。ラッコラブやってくれ。あ、ディッパそのとこに。よかろう。ならばアクアジェットだ。アクアジェットちょっと受けたいんだけど。これさ、私、倒すのってなんか実績になったっけ。自分のポケモンの攻撃でなんか食らうことあんのかな。よし、私に当たってこい。当たるんだこれ。おもろ。ビッパに座れたわ。おい、これも俺の身か。なるほどね。
もうちょいなんか裏の方から行けないかな。あんま遠く行くとどこ行くとかなるんかな。私とケイコだ。あ、ムックル。てんてんてんの時は何なの？ややご機嫌みたいな感じなの？なんかさ、惑星マークが出てなくても当たるか？当たるな。この辺が限界か？照準さえ出てれば当たるんか？待って待って待って、来い。ここ辺は？あ、気づいて逃げてんのかな。もう？あ、ケムッソいない。ケムッソ、あ、ケムッソいる。隠れるか。なんか隠れなくても気づかなそうだけどな。判定をもしかして私これムックルに吸われてる？何が起きたか分かるまい。待って、私あ捕まれてないな。銀河団か。これって乱獲してることになるのかな。なんか悪いことしてんのかな。え、でもいいよね、野生のポケモンみんな怖いって言ってるし。で、なんかこうやって隠れて誰の人のポケモン取ってるわけじゃないもんな。普通にいつものポケモンでモンスターボール投げてんのと変わんないよな、別に。ケムソ、えい、バトルしてみるか。銀河団だし問題ない。あ、そういう認識なんだ。うわー、すごい楽しい。まだまだちょっと遊んでていいでしょう。まだ遊んでていいはず。バトル勝負だ。倒させてもらうぜ。これが仕事なので。そうだよね、害虫駆除やぞ。ひどすぎる。いくら虫タイプだからといって。ラクマルの赤ジェット、綺麗な。ちょっと反対側から見せて。こうで、あ、待って、アクアジェットを見た回数、これも稼げるね。あ、ブイゼル、うわ、捕まんなさ。いける。あ、無理。あ、今警戒マーク出ちゃう。ちょ、まあ、話せばわかる。そう思う。危ない。3レベルか。えあわ。電光石火を使いこなすとはやる。耐えてみ。ほら。いいね。これでもなんか戦闘シーンで捕まえるとあんまり得した気分になんないな。いいぞ。電光石火。なんかじっと見てるだけなのすごい申し訳なき気持ちになってくるわ。ほい。ね、めっちゃバツって出てた。私の仲間になれ。捕まえたいな。フローゼル工作使ってもいいぞ。ダイパリメイクをやった時に、あ、でも水タイプってミジマラがいるのか。前か。うわ、そう思うと、うわ、フローゼルちょっと使いたかったな。私の方見てるよね、ブイゼル。よし、我が軍門に来たれ。オッケー。お、これもしかして今牧場とかに送られたのかな。もう一個終わったよ。この辺りにはブイゼルってポケモンがいるんだ。あ、あのコリンクみたいに気性が荒くて技を放ってくるから気をつけるよ。はい、忠告を聞かずに。捕まえるなら戦いを仕掛けるんだ。すいません。かわいい。もうすでにうちの仲間。あなたがダメージを受け続けるとピンチ状態になり画面が赤くなります。あ、じゃあ気安く受けちゃダメだったんだな、ポケモンの攻撃。ダメージは時間が経つと回復しますが、野生ポケモンに敵視されていると回復しません。へえ。画面が赤いピンチ状態の時にさらにダメージを受けてしまうと力尽きて目の前が真っ暗になります。ブイゼルの図鑑タスクには特定の技を見るというものがあるような。図鑑タスク見てない。これは戦っている時に見るということ。そういう意味でも戦うのも、あ、じゃあ路上でアクアジェットとか私に対して繰り出されても意味ないってことか。ブイゼルのタスクをこなしたら俺のとこまで来てくれよ。こなせた扱いになったりしないかな。ちょ、どこ行った。
見てみるか。さっきそういえば図鑑見る前、これってさ、何もないとこでしゃがんでも一応物静かに歩いてる判定にはなるの？どうなんだろう。おい、捕まえたか。これは左に一応この三角マークみたいなのがついてれば、いやそうだよな、今の時点で電気タイプの技とか無理だもんな。一個はこなせてたことになってる。あ、へえ、あ、なるんだ、ありがとう。足音とかでも反応するから。てん、ありがとう、ありがとう。オンラインだと死んだプレイヤーのアイテムが落ちてる。それ違うゲームでは。はあ、はあははあ、は。ってことはもうすでに3つだけはタスクこなせてるってことなんだな。じゃあ行くか。ちょっとね、ボールの数が心もとなくなってきたから、5個か。最初のうちは全部変えちゃってもいいな。こういう学びも大事。ガッサ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 。うるさい。ちょっと待って、中止しちゃうわ。ええ。なんでやねん。どこならいいんだ。ナイス、ボングリの実。ボングリの実となんだっけ、必要なの。ね、すぐなくなるね。空から落ちてきた謎のお前だが、よくやっているよな。よし、お前を認め、クラフトキット方針ってだ。え、待って、オンラインとかあんのこのゲーム。本当にあんの。幹にあって、あ、根元でいいの。あ、どうも、地形をありがとうございます。玉石か。玉石ってもしかして落ちてる。これまたあれか、原神とかそういうフィールドに落ちてるアイテムもわっしづかみながら歩くやつ。空から差別ですか。羊が違うものはね、受け入れにくいのかもね。あー、すまん、ちょっとどうもありがとうございます。あるんだ、私嘘だと思ってた。オンラインプレイとかないんだと思ってたわ。対戦とか協力がないだけで誰かの歩いた足跡は見れる系のやつか。完全に私フロムゲーの世界から来た人だと思っちゃった。ポーチの大切なものからクラフトキットを選べば、いつでもどこでもクラフトできます。ただしポーチの中の材料しか選べず、ポーチに収まらない量は作れません。うん。赤い石を壊すと出る。へえ。傷薬のレシピも。ありがとう。ないなって思ってたんですよ。オレンの実薬草。クラフトキットはポーチの中の材料を使ってどこでもクラフトできる。便利だ。ボングリの実と玉石があればいつでもモンスターボールが作れるな。赤い石って、あれ？今、ちょっとごめん。めっちゃ画面指さしちゃったけど、みんなには見えない。これ？これのことかな？はい。ポケモンを元気にしてやれよな。あ、これか。あるある。図鑑タスクは順調か。図鑑の表紙に未報告タスクってあるから見るといいぞ。パッと開く方法がわかんない。付箋つけててる。19もある、えらいこっちゃ。わあ、19ってこれ合計だよね。え、まさかこれを全部埋め切らないといけないなんてことはあるまい。しっかり図鑑タスクをこなしたらラベン博士に報告しろよ。じゃな。重くないか、その図鑑タスクの数。見えてたのあれか。いや、まさか、そうだよね、まさかだよね。あれ、またまた。え、待って、みんなのその反応どっちかわかんないよ。これも根元に投げればいい。やってくれ。いや、ナイスだ。玉石をちょっと試しにやってみるか。大切なものからクラフトボックキット。お、お気に入り押せる。お気に入りってところで何ボタンでできる。スマホを使いこなしていたとは思えない。これで、え、玉石こんなに折ってんの。私18個全部クラウトしとくか。オッケー。どこでも、実はレポート書こうかな。レポート書こう。オッケー。よし。え、遠い。ん、それはどこ、もしかして図鑑タスクで調査開始。ピンじゃないんだよな。こうパッと移動とかできるじゃん。え、こんな便利なことあっていいの。一回戻ってみるか。博
瀬に報告すればいいかな、とりあえず。お、クラフトキットですね。任務進捗、そう見るの忘れてた。テル君の話を全て聞きましたか。お疲れ様でした。はい。ファストトラベルみたいなのでできるんだね。え、できたの？できるらしいぞ。では調査報告について説明です。報告、まあ、あれって書いてもよかったか、ボールせっかく作ったしな。報告することで報酬を得られますよ。お金。リゼ君がこなした図鑑タスクを確認させてください。しょぼいですね、まだこれだけですか、とか言われるのかな。かわいいなんかガチャガチャを引いた時みたいな嬉しさがあるな。わーい、やっと。嬉しいけど普通に。ふむふむ、なるほど。得られた情報で図鑑を更新します。はい。図鑑タスクを達成して調査報告をするとポケモンごとの研究レベルが上がります。レベル10でページが完成してポケモンの詳細情報が明らかになります。さらにタスク達成やページ完成で表紙のポケモン、あ、表紙あったな、これが一つ星、あ、書いてたわあ、サブクエとかじゃないんだ。じゃあクエストじゃなくて図鑑タスクを埋めることで、はあ、なるほど、わかりました、埋めましょう裏で一つ星になったぞ、配信開始だとかそういう感じですかね。これは今回捕まえたポケモンの今回の更新か。なるほどね、理解したわ。そういう感じかな多分ちょっとあんま不器用なとこみんなに見せるのは恥ずかしいから嫌なんだよな OK。 そうね、サブクエはなんかもらえるってことかもね。ケメスト捕まえたし1個は達成できる。第2ランクを上げるにはもう少し図鑑タスクをこなす必要がある。そう、すいませんおすすめはビッパやムックルですかね。ファイトです。はい。あ、これで待ってよ、今レベル10までのポケモンが言うことを聞くってことは一つ星になれってことか、私に。そういうのか。ビッパとかで、じゃあ倒した数1でつかないんだ。ビッパを倒しまくり、ムックルを倒しまくり、コリンクを倒しまくり、ケムッソを倒しまくればいいってことだちょっと私が何か間違ったことを言ってるのは教えてくれ。そういうことじゃなんか銀河団してるな。どこだポケモン、どこにおるんや。ポケモンがいる位置がこうレーダーで分かるようになったらいい。そうですねいいぞ。これ何、薬草、あ、これが傷薬の元ね。でもコリンクはちょっと強いと思うんですけど、どうもみんなムックルとかがいいんだけど、もう少し元に降りていけばまあ待って助けてラッコだめキャンプに帰れるもんね、ポケモンセンターみたい。やばい、ラッコだめやばい、アガジェットだ、8レベルだしな、キャンプで休めるんだっけな。ちょ、帰ろう、もうちょい、もう1匹ぐらい倒せるか。ラッコだめ頑張れ、今日の晩ご飯はラッコ鍋にかかってる。オッケー、強い。倒しても研究が進む、つまり倒したポケモンはああ、確かに逃げられるんだったな。逃げられたらもう一回一からになっちゃうもんね。そう思うとあんまり効率よくないのかもしれない。うるー、この距離なら私はビビらないぞ。ラッコ鍋体力なくてさ、回復忘れちゃってた。キャンプ使ってみるのいいかもね、この辺終わったら。ほら、いいね。舌タップはね、骨とか血とか全ての部位を無駄にしないためのご飯だって言ってた。やったー、クラボの実とかいつの間にかもらってるんだ。倒した数に、あ、今ので図鑑のタスクちょっと埋まってたってこと。あれでも合格まで未報告タスク、報告してないからマークがつかないのか。一旦帰るか、ちょっと HP 心もとない休憩しよう。チタタプって言う、チタタプチタタプって言いながら料理するんだって。休む、どれだけ、うん、時間の概念があるんだけど、夜やってみる。
告したらこれは達成。みじまるたちは元気にもなる。夜になった。ポケモンや道具の、いやそういうことではない。はあ。け、あ、あと50だ。あとワンカイちょっとだね。調査で続ける。夜だと、もしかしてボコボコにされるかな。いいや、任せろ。今の私のこの回避を見ろ。こんな忍者、あ、リッパがたくさん。逃げるかな。いや、勝負。逃げる前に仕留める。2レベルでしょ。アクアジェットで一発だ。やってやれ、ラッコラメ。あ、ちょっと待って、私この位置大丈夫か。大丈夫だな。はははははは。あ、これさ、絶妙に倒すのクエストの方が難しい時ないか、ひょっとして。これほんと運でなんとかするしかないの。捕まえた数3。はい。あ、場合によって雑魚は結構逃げる。へえ。レベル差感じない。確かに。あ、今のも2だったのにね。え、ちょ待って。違う、今の決してラッコ鍋を転がりに熱中してる。ちょっと待って、ラッコ鍋を置いて逃げようとしたわけじゃないんだ。トラウマの技が急に出てきたから。すごいな。あ、倒した。奇襲すれば押し切れるの。だ、あ、弱点ついて逃げないうちに倒すみたいなのがいるのか。うわ、そっちの方が。うわ、待って、ちょっと待って、殺意出すぎ。しゃがもう。え、一応図鑑を確認、図鑑を確認がうまく押せない。夜に捕まえたから、いけるかな。いける。頼む。かわいい。ダイパでめちゃくちゃレアポケモンとされていた不安定が、やったー、こんなにすぐ手に入ります。え、てか待って、手持ちのレベル、あ、びっくりした、今なんかすごい高く見えた。もう一匹ぐらいいっとく。この距離からいけるかな。ヘッドショット、捕まるかな。やったー、かわいい。え、もう一匹ぐらい。不安定かわいい。日曜なのに不安定出るんやな。そうね、これは曜日とか関係ないのかな。もう一つ星いけそうね。でもせっかくやからさ、もう一匹ぐらい。これでこの距離もいけるんちゃうか。えい、捕まれ。おお、これが3分の3の、あ、虫よけそうは、へえ、面白い。何もなってない木とかにも実はタックルできる説ダメかな。おお、いいね。何にもないです、帰ります。一つ星上がったっぽいから戻ろう。調査ベース、嬉しいな。何匹捕まえてもこうやって成果になるのはちょっといい。ポケモンスナップもそうだけど、はい、何回同じ写真撮っても評価とか経験値になるのはいいな。お金もらえた。背面取りで捕まえたポケモンス、あ、そういう扱いになるんだ。どこから観察されてるんだ。調査が進んでるですね。早速報告してください。ふむふむ、なるほど。得られた情報で図鑑を更新します。不安定、へえ、元気のつぼみ、虫よけそうを持ってる。好きな餌とか、餌あげられるのとかあるのか。お、いったんじゃない。これで100ポイント、よっしゃー。一つ星になってよ、みんな。リセ君、図鑑タスクをこなしましたね。なんとか。これで大ランクが上がります。さあ、ことぶき村に戻り、島星隊長に報告するのです。大ランクを上げてもらいましょう。授与式みたいなのあるかな。みんなの内数が、小学生を見守るような。これ、時間ってキャンプとかで変更してくるべきだったのか。翡翠はビッパをはじめとするポケモンのための土地なんだよ。人が踏み入れるには、早いんだよ。天眼山とか、じゃあ神聖そのものみたいな扱いなのかな。耳、うん、思い出せん。一応聞いとく。コリンクの耳に
変わった模様があったと思うんだけど、どうもありがとうございます。ダメだ、思い出せん。この、でもこのモヤモヤを晴らしたい。コリンくんいるよ。あんた調査隊員なんだって。コリンくん見つかまえたら見せてくれ。この目で直接確かめたいんだ。コリンくんの耳の模様思い出せないな。頼む、コリンくん見せてくれ。もう、いるよ。もう一回話しかければいいか。コリンくん見せてくれるのか。はい。くしゃみでさ。あ、牧場行きになって。失礼。あ、ちゃんとこうやって見せるんだ。さて、丸い耳の模様は、模様なんかあったかな。あ、こういうことか。ダイヤマークっぽいのね。黄色い十字、これだよ。星みたいな模様。喉に小骨が刺さっていたようなモヤモヤがあったが、すっきりした。図鑑とかは別に他の人の写真でよかったんじゃないの。やったー。めっちゃもらえる、傷薬。サブクエストこなしてった方が物資充実するな。誰から受けてたっけ。あと、ケムッソの人と、ムックルのお姉さんもいたよな。はい。こんにちは。ケムッソを譲ってくれるのか。どうぞ。どっちがいいかな。レベル2。レベル2の方をじゃあ譲ろっかな。自分で育てたいって言ってたからね。このポケモンを本当に渡しますか。はい。え、もうミュートじゃないよね。怖い怖い。お、連れてきてくれたのか。噂通りの凄腕だな。ウェイ。では早速このケムッソに。あ、命名式、名前を付けようと思う。こいつは将来、アゲハントというポケモンに進化するらしいから。毒キールになりそう。それを見越した名前にしよう。うむ、悩む。アゲハントか。アゲちゃん、アゲノスケ、アゲマル。名前は、どれがいい？アゲハジョウとかどう？アゲマル、アゲノスケ、アゲちゃん。毒キールになったら、毒キールになっても、テンション上げ丸ってことで。よし、上げ丸で決まりだ。天ぷらみたい。上げ丸を立派な上げハントに育ててみるから見ててくれよな。もう一匹のケムッソを渡していれば実はカラサリスになったみたいな。キラキラミツ、へえ。キュメメ、よかったな、上げ丸。もうね、オチが若干見えちゃうけど。これまださ、なんか解放されてないやつなんだろうね。サブクエストってガイドをつけないと見えない感じ。どこの人だったかな。はい、まあいっか。あえて覚えてた時で、お店のお姉さんだったっけな。ムックル見たがってた人いたよな。女の人だった気がするけど、仕立て屋の人じゃないよね。どっかで見れたりする。まあいっか、先に夜だしな。うん、もう一匹は毒丸にしとこ。ネーミングセンスよし。あげまると毒まれいいな。あ、地図開いてばい。オッケー。入っちゃったけど、一回出たい。サブクエストを先に消化しておかないと。多分忘れると思うんですね。地図をして、ばいか。ほい。任務リスト。感謝？サブで、かわいいムックル。モンスターボールめっちゃもらえる。あ、はいはいはい。これで誘導がつくのか。便利。手当たり次第行けば行けそうだった。ムックルの完成したのか。欲張りさん。メイン任務に変えとこう。完成は遠いな。なんか、なんだっけ、技を何回見るとか、電気タイプの技で倒すとか、あったよな。何連れてこう、ポケモン悩むわ。確認する、図鑑を見せたまえ。はい、見てください。これでどうですか。ちょっと無意味に不安定を自慢してしまった今。承認するランクアップの手続きだ。やったー。君の銀河団団員としてのランクは一つ星に上がった。うわ、三つ星とかになりたいな。響きが一番いい。1234567891、トーツ星とかまでやんのかな。おお、リゼは新しくヘビーボールが使えるようになった。レベル20までのポケモンが指示を聞いてくれるようになった。へえ。調査報告で得られる報酬を多くもらえるようになった。やった。これからこれらも渡すクラフトに必要なレシピだ。いや、嬉しい。新しいボール作れるようになるの。黒色玉石、また路上で拾ってこなきゃいかんのか。あ、元気のかけら、元気のつぼみ、薬草。は
あ、いいねいいね、割と簡単に。空から落ちてきた異端者がまだ生きるのは君の才覚と努力の結果である。はい。いいか、多くの人は分かりやすいものを好む。団員ランクを上げれば空から落ちてきた怪しい人間も受け入れてもらえるだろう。まあね、星めっちゃつけてたら尊敬されるってことか。ここで生きていくなら団員ランクを上げろ。上げることで使えるボールの種類も得られる報酬も増える。いずれ会えるんだろうか、アルセウス。今日は芋づる亭で食事をとり休息すればいい。嬉しい。ヘビーボールって重たいポケモン捕まえやすいのとかだっけ。リセ君、はぁ、団員ランクが上がった場合です。やったー、芋もも落ち。いいことがあるといつもの今も一番うまく感じるな。そういえばお前、スグルさんの依頼引き受けたのか。サブクエ受けたの知ってる？うん、ことぶき村のみんなはポケモンに詳しくないだろう。だからゴタゴタが起きるたびに調査隊が調べることになるんだ。調査隊が調べることに、要するにポケモンよろずやだな。何でもやるんだね。あ、今作は仕様少し違うんだ。まあゲットした時に見ればよかろう。皆さんのお話を聞いたり、僕の研究室にある黒板に貼られた依頼メモを見ることで請け負えますよ。行かなそう、研究室。ちなみにテル君が頼まれたのはどのような内容ですか。いや、絶対私に仕事を押し付けようとしてる。ポケモンを戦わせるのが上手くないと依頼をこなしそうにないからな。捕獲の方が上手なの？変わらん？依頼主は確か金剛団のヨネさんですね。金剛団だったんだ。金剛団の方々は僕たち銀河団よりも前から金剛玉だっけ、白金玉金剛玉みたいな、パルキア・ディアルガのゆかりのアイテムって、翡翠地方で暮らしています。うまく交流できればポケモンのこともいろいろ教えてもらえそうですが、とにかく話は明日聞くとして今夜はゆっくり休むのです。ん、もっとなんか歴史ある民族の人たちって感じなのかしらね、っぽいよね。その、あ、白玉か。白玉白玉って美味しい白玉じゃないの。翌日朝だ。工事中なわけじゃないのかな。リゼ、ヨネさんに会う前にお前の、今パーティー、わかりました、やる。わかりました、勝てるやろ。訓練場で待ってるぞ。ポケモンをたくさん捕まえていたら放牧場で入れ替えるのもいいかもな。一旦そうだね、パーティー見てみるか。ミジバルにしたからな、フローゼル。不安定は、でもフワライ、フワライドって名前でさ、屋上どっちだ。あ、なんか、あ、パッド移動とかあるんだ。銀河団本部、訓練場、お、放牧場どこ、宿舎写真、放牧場、ここにはパッド移動できない。フワライドで、ライドとかでもいい。ライドさんっている？いなかったよね、今までキャラの中に。ライドさんかっこよくない？ちょっと和風だしさ、最後までそれで連れていこうかな。すいません。放牧場では捕まえたポケモンを預けたり、手持ちのポケモン、そうね、フワまで行くとフワミナトさんの親戚みたいに誰も誤解しねえよ。入れ替えるか。3レベル、女の子連れていくか。女の子でライドって変。待って、明らかにステータスは連れて行こう。ちょ、とりあえず後の方から来たビッパは置いといて、ケムッソ、フローゼル、まあ、でもムックル2匹連れる意味ないから1匹にしておくか。今こんなもんだよね多分。これさ、うわー、一気に整理するみたいなボタンってあったりなかったり。私 B 型なんだけど、並び替え絶対、あ、間違えちゃった、あると思わん。ちょっと誰か知らん、整列みたいな。何ボタン Y、 通常、便利、範囲なら、あ、これは範囲でこう、こういうことね。あお、図鑑番号順に一斉整理とかはないんだ。いや、求めすぎというやつだな。これで、なるほどね。
ないということが分かった。それが大事だ。セリフサービス一括整理はそうかないか。まあでも範囲移動があればそれだけで十分だと思います。じゃあパッと移動するか。ちょっとね、まだマップとかの開き方になれないや。交換や落とし物だけのフレンドリーショップで誰かのポケモンと交換する。これ見てないかも。ね、今回そうたくさん同じポケモン捕まえるからできれば並び替え欲しいけど。レポートするか。オートレポートの方がいいかな。もういっか、早いしね。勝負だ。悪いな、足止めをして。まとめて逃がすとかあるの。正直に言うぜ。何を。ポケモンを戦わせるなんて無理だろ。へえ。いや、俺だって調査隊だし相棒はいるけどさ。相棒？ポケモン？やば、このセリフさ、相棒ってポケモンのことを言ってる。ポケモンって相棒じゃなくて道具だよねみたいな。最後に、ああ見せてやるよ俺の相棒を。なんでだなんでレポート依頼で怒ってんだよ。ピカチュウ、え、ピカチュウなの、いいな相棒のピカチュウだ。コリンクに襲われた時もこいつと共に戦えばよかったけど相性が悪い。てか大谷さんじゃない。頭が真っ白になって。それ正直ポケモンって怖いだろう。なんでこいつエレキを出せるんだよビガーやってやれ。ピカチュウ10万ボルトだけど図鑑タスクをこなすお前を見ていたら相棒と力を合わせないと調査隊の仕事もままならないなんて。だから俺が一歩踏み出すために勝負だそうはならんかったえ、待てよ、みじまるちょっと振りじゃね。これ勝てるかな。何レベル。さ、3レベル3レベル。いや、まあ、でもこっちには傷薬がある。なんで欲アタールとかプラスパワー持ってこなかったんだよ。え、みじまるー、やばー。逃げ、真剣勝負逃げるわけにはいかない。そういう概念あるんだ今も。アクア、アクアジェットの方がいい。ちょっと待って、HP じゃない。オートケース。わ、でも赤字とむっちゃ効くわ。電気ショックもむっちゃ効くー。行動順の話なんだったっけ ?Y で。え、これそう。どういうこと。先に見れるってこと。今次のターンはラッコ鍋が先に攻撃できるってこと。なんでこんな便利なこと教えてもらえるの。え、それじゃない、これじゃない、あ、これか。なんか今名越しした。さっきのはどうやって見んのこれ、それプラス、あ、ほんまや。 Y でこれ楽々、おしっぱでいい。もうで、これじゃあアクアジェット行くぞ。まひるな、まひるな、まひるな、まひらない、まひらないな戦いはまだ終わってない。念力、で電光石火が、ちょっと待って、電気の通り頼むビッパー、頼むビッパー。ビッパーが、これこ本当にビッパーが先か。転がるの、これ体当たり、体当たり、いけるいけるいける。よっしゃ、よく敵を取ったあ、コリンクでやってやるべきだった。それもそうだわ、トラウマのコリンクでやってればよかったね。お前とポケモン心が通ってるみたいだね。私のせいでラッコ鍋との絆は今少なくなったわよ。ああ経験値が、あ、不安定が新しいわ。そう思えた、すごいよないや君がすごいよ。お前と相棒の戦い方、戦うことを忘れていない感じだ。違うよ、今のはアクアジェットが当たる見込みだったんだよ。ピカチュウかわいい。俺たちも頑張っていこうな。頼むぜピカチュウ。ビガーかわいい。
こっち向いてくんない。まさか一つ星じゃないから言うこと聞かない？こいつもすぐ襲ってくるから、もう俺にサトシみたいなことする。仲良くなるところから始めないとな。いいな、そっちのストーリーの方がなんかエモーショナルじゃない。そうだ、博士が教えてくれたけど、ポケモンにはタイプっていうのがあって。お前分からずに電気ショック使ってたのか、鬼かよ。ちなみに俺のピカチュウは電気タイプらしいんだ。うわ、これスクショしとかないと。例えば炎タイプは草タイプに強く、草タイプは水タイプに強く、水タイプは炎タイプに強いです。こんなとこから説明してくれるシリーズマジで久々だな。あんただね、ゴーさんとシンチンは誰？あ、私はペリーラ、警備隊の隊長だよ。むちゃくちゃがたいのいい、でかくない？大人であることを考えても、あんたの戦いなかなかに筋がいい。ちょいと指南したくなってね。待って、今困ります。ペリーラさんはポケモンを戦わせる古武道の師範でも、古武道、古武術。ポケモンが使う技を極めると技の質を変えることができるんだ。一つは力技、へえ、技を繰り出すのは遅くなるがその分威力は増す。もう一つは早技、こちら威力は下がるが早く行動できるようになる。ね、強そう。大葉さん、言われてみれば頭の形そうかも。こんな形で先祖かもって人出てくるのめっちゃおもろいな。あ、ほんとだね。もみあげの部分のこうパーマ具合にしても似てる。場合によっては相手が行動する前に2回行動攻撃できるかもな。私が2回攻撃食らったのってそういうこと？早技、力技、そして普通の技は切り替えを左右で指示すればいい。難しいことをおっしゃる。L、R ボタンまたは左右ボタンで切り替えできます。回転マークがついた技だから使用回数とかがあるってこと？早技、技の威力が下がる、行動順が速くなりやすい、いつもより多く PP 多く消費とかなんだ。面白い。これ普通のポケモンでも取り入れてほしい。メガ進化とかさ、大巨大マックスとかも好きだけど、じゃなくてこういう技単位の強化、それ Z 技か、ごめん、なんでもない。あとポケモンに強い技を伝授したいなら私に声をかけてくれ。ヨネさんに会う前にいいことを教わったな。芋づる亭で話したからヨネさんの依頼を受けに行くんだ。ヨネさんは太石坂の先で会うから、お前も用意してきてくれよ。はい、用意って連れているポケモンを確認して技を覚えさせたりとかで。はーい。ごめん、なんでもないわ。ヨネの依頼、ガイド中。もうちょっとだけやろっかな。金剛団のヨネさんがどんな人なのか気になるし。訓練場ではポケモンに技を教えたり回転させたりできます。おお、技の伝授。どのポケモンだい？ラッコ鍋。選ぶ。え？金取るの？ツバメ返し欲しい。ツバメ返し欲しいな。試しに一個やってみていいか？有料、やっぱ世の中伝授する。試しにね、500円だし、ラッコラベリ伝授するぞ。え、これ行くぞ、せいや。おお、これ何回でも伝授済み。ラッコラベ、お前ツバメ返しするのか。技の回転はまだ無理か。回転の種がいる。道具の交換、頑張りの砂利、石、岩。格闘技の方が欲しくね。あったっけ格闘技。岩砕きか。500円だし覚えさせとく。何回でも覚えさせるのかな。技はちゃんと装備するんだぜ。伝授した技は装備しないと意味がないぞ。オッケー。体当たりとかまあいらない可能性あるもんな、もし道中で新しいものを覚えても。これでラッコ鍋に技覚えで、ほう、岩砕き覚えさせる、ツバメ返し覚えさせる、これで決定でいい。へー、あー面白い。これポケモンを育てる自由度高いな。どうしようか悩んじゃうよ。ラッコ鍋全開してる。調査隊の新人だね、きちんと時間作ってよ。はい、ごめんなさい。いや、謝ることはない。で、クラフトでさっき全部作りきっちゃったけど、もしかしてできるようになってないかな。
実はまだ、あ、傷ぐす、薬草はでもまだ取っといた方がいいな。元気のかけらとか、これがカスタマイズ。いや、面白いわ。ビューンっていく。あれ、目的地ここだっけ。ビューンっていくか。めっちゃ快適だね。いろいろ使いやすいわ。はい。外に出るのか気をつけてんの。すぐ出たら危ないかな。いいや、私は出るね。ここだっけ。ちょっと待って、マップが。目的地。新しい依頼、ここだったわ。ビューンって行くじゃないわ。どこが近いんじゃ。こっから行く？野外訓練場から行く？野外訓練場か。マジでミニマップ出してほしい。あらぬ方向に走り出して。オッケーオッケーオッケー。こうだな。さあ、始まりの浜から。ここにもポケモンいたのかな？鳴き声めっちゃしてたけど。オッケー。なんで外から来るんだろうって思われてんのかな。なんでここにワープポイント置いてくれないんだ。なんか楽しみがあるのかな、後にこの辺にできる。大きなベゼルか。君、あ、サブクエスト。あれ、もしかして私全然違う位置にいる。なんで。新しい依頼。あれ？地図上に出て、任務リストの追跡ミスってる。あ、黒がサブ、白がメイン。あ、受けるだけ受けてこればよかった。まあまあいいか。行こう、ゴーゴー。サブクエも自動で、そうなんだ。表記される。じゃあ外出ます。外出よう。ここでよかったんだな。外に出るのか気をつけてな。あいー、もうこの黒い手裏剣マークのところをひたすら狙っていけばいいんだね。受けれるやつは見える。まあ歩いてる途中でサブクエ見つけたらラッキーってことか。うん。お、なんだ。やめてもらえます？どうです、驚きましたか。驚きましたよね。だって驚かしたのですから。この人苦手。いいですか、ポケモンを捕まえる時の秘技がありまして。あ、なんかもう少し挨拶からまともに入ってくんないかな。秘技、背面取りの術。もう見たよ。ポケモンの背面にボールを当てることで驚かせ、捕まえやすくなったり戦いも有利になるのですよ。ああ、さっき怒らせたようなやつか。ポケモンの背面からボールを当てると捕まえやすさが上がったり、戦闘で不意をつくことができます。背面取りって名前はかっこいいな。ポケモン図鑑を私に使うな。作ろうとしている調査隊であれば、翡翠地方にある全てのポケモンに出会うかもしれません。自分はその日を楽しみにしてます。ありがとうございます。お、いいキノコのレシピあるけど、レシピ欲しい。君は空から落ちてきた有名な調査隊員、聞いてくれ。素晴らしい寄せ玉レシピがある。キノコ狩り歴20年の僕が思考の末に思いついたキノコ寄せ玉だが、誰もレシピの良さに気づいてくれない。投げれるなんか美味しいアイテムみたいな。君のような有名人が使えばみんなも気になるだろう。作り方教えるから、キノコ寄せ玉は有名にしてほしい。へえ、キノコ狩り。さあ、もちもちキノコを1個取ってきてくれ。キノコなんか落ちてたかな。キノコ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 、もちもちキノコ。あ、これこれキノコ。ん、ボングリの実だ。キノコ登れるとこは登れる。キノコキノコ、まあ一個見つけたらね。え、でもしかしてこれの方が移動早い、ひょっとすると。おい、こういうのさ、道すがら全部捕まえていった方がいいのかな。そんなこともない。あ、警戒されてしまった。お前は大丈夫だ。えい。なんか早くクエスト行きたくなっちゃうけど、木の影とか、あ、ぶー、飛んでっちゃった。みんな飛んでっちゃった。そうやって私を一人にするんだ。まあ、じっくりやるか。図鑑上はなんか なんとか星まであげろって言われるとこまできっとほっといていいんだろう。OK、 レッツゴー。
橋の先に進むと、ね、終わんないよね。とりあえず配信ではストーリー進むとこ見せたいわ。強いポケモンが多く生息しており、危ないのだ。ああ、そうか。進んでもらえる、進めさせてもらえるようになったんだ。だが油断するなよ。ピンチになれば安全な場所で休むの。おこんにちは。あ、若い人なんだ。もっとなんか、勝手にお年を召した人のイメージがあったわ。おい、こっちだ。おい。ゴンベ。ゴンベかわ、でかっ。いいです。へえ、新顔だね。まあいいや、とにかく来たってことは、相談に乗るってことなんだろう。かっこ、こういう服欲しいわ。これ誰か元とかあんのかな。私は金剛団、キャプテンのヨネ。金剛団やキャプテンについてはいずれ説明するでいいよね。ん？片付けてほしい要件があってね、さっさと話を進めたいのさ。はあ。あんた自信はあるかい？ポケモンを戦わせる腕前のいきなり？え、いえ、あります！舞さん？舞さんって誰だ？それよかった。あんたのところの警備隊の若造では歯が立たなかったからさ。え、笑顔かわいい。横にいるのは相棒のゴンベ。兄弟のように一緒に育った中で、あんたらのようにおかしなボールで捉えなくても共に、そういうパターンもあるのか。っていうか、曰くだけ覚えといてよかったな。思い知らせてやるぜ。食べ物とポケモンどっちが強いのか。じゅ、だ、高っ。いやでも岩砕きいけるからいけるでしょ。ラクラベやってやれ。強い。あ、いいね、守りの力を弱まった。体当たり。わあ。え、痛くない？たかが体当たりでこんだけ入るのどうなってる。アクアジェットとかの方がいいのか、単純に。アクアジェット、守りが弱くな。あおー、体当たり。ラクラベ硬くない？どうなってるこれ。道具道具道具。傷薬使おう。60だけか。60、俺の身。傷薬傷薬。ラッコ鍋お食べ。マジで強いな。これちょっと真剣にレベル上げた方がいい。よし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 、いいぞ。うん、まあそっか、1体当たりといえば周りの力戻っちゃった。いてえ、硬えな。ツバメ返し60で試してみるか。ツバメ返し、ねえ、もう一発耐える。ラッコ鍋頑張れ。よしよし、オッケーオッケーオッケー。薬薬薬薬薬薬、いつの時代においても薬漬け最強。塗り薬、これ塗り薬なの？塗ってあげてんの可愛いな。レベルあんま関係ない気がする。そういうことなんだ。アクアジェット、オッケー。いやー、おしまいだ。買って1レベル差しかないのに。よろしい、2回行動できますね。見てなかった。オッケー、素晴らしい。まあ、最初はこんなもんでしょ。ゴンネ、ゴンベに勝つなんてあんたただもすごいへこんじゃった。ゴンベもご苦労さん。さあ、戦ったポケモンたちを元気にしてやるよ。ありがとうございます。いいものあげるよ。あんたらクラフトといって材料からあれこれ作るんだろう。そういうのはやらないんだ。元気のつぼみを5個手に入れた。かけらの元だけ嬉しい。ずっと下向いてるゴンベ。かわいい。あんたとポケモンが息を合わせて戦う姿が良かった。まるで英雄だな。小さい頃に昔話で聞いた伝説の英雄。決めた、あんたに依頼する。内容は獅子の高台を荒らす親分退治さ。親分って何？まだ落ち込んでる。親分というのはとにかくでっかいポケモンのこと。これレベルと手持ち整えた方がいいやつか。獅子の高台に来てくれるよね。あの、はい、はい。ん？アルセウスフォンが反応している。お前の変なそれ行き先を示しているのか？あんたの地図されてるね。銀河団の技術ってやつかい。獅子の高台って言っただけで音声入力されてるのかな？確かに、あちらが獅子の高台、その地図の通りだよ。へぇ。じゃあ任せたぜ。お前なら親分も平気だって。まあ、テロが平気だって言うから行くか。落ち込んどる。調査隊の信号も大したもんだよね。ところであんた、新王様、新王様はご存知かい？知らない。仕方ないよね。簡単に教えるよ。新王様は時間を操り、宇宙を作られたとされている。結果、
翡翠の大地が生まれポケモンたちが暮らせるようになった。音、そんなすごい神王様を崇めるために海を越え翡翠地方に集まり定住し始めたのが金剛団。もっとも神王様ははるか昔にお隠れになられ、時間だからディアルガのことかな。ファルキアは神王様じゃないのかな。アルセウスのこと、あれ時間空間宇宙。めったに姿を現さないとの話だが、未だに神王様にゆかりのあるポケモンたちがいる。そのお世話をするのが私たちキャプテンというわけ。獅子の高台に姿を見せるポケモンも神王様の加護を得たポケモンの血を引いてるんだよ。へえ、混合だからってこと。さあ行くよ。へえ、変わった。誰に見られてる。変わっめっちゃ見てる。あ、どっか行った。え、私何に見られてる今。行けるかな。おい、あ、ごめん、ぶつかっちゃった。コロトック、コロ、コロ帽子か。コロ帽子かわいい。ちょ、むずいぜ。めっちゃ見られてた。この辺、えい、なに、クロウトメ。めっちゃ今の避け方すごくない。ね、仲良くなろうよ。ああいう避け方すんのか。わかった、ちゃんと茂みに止まった？止まったかな？今ならいける？これどうだ？見切られた。野生のポケモンにボールの軌道を。コロ帽子。やったー！虫食いぼんぐり。かわいいな、ちょっと。いや、まあ、動画集め後にするか。見つからずに捕まえた数。あんな、テクニカルな避け方をするとは。戦っとくか？みんな逃げてくな。レベルが高いと逃げていくとかあるのかな？レベル上げしづらいかもしれないね。のぶろうさん、いいところに来てくれた。クラボの実が欲しいんだ。赤くてツヤツヤのクラボの実持ってるかな。クラボの実はこの辺りの木の実の木になってるけど、取ってくれるポケモンがいないんだ。あー、誰しもポケモン持ってるわけじゃないもんね。3個、もうあるよ。サブ任務もう13になってんの。あれ、ポケモンが取ったやつじゃないと嫌なの。わがままか。クラボの実、クラボの実ってこれ、そうかな。えい、これモーンか。見た目、あ、ボングリの実だ。クラボってさ、赤いサクランボみたいなやつだよね。どこにあんのや。まあいいや、後回しにしよう。しつぶて、ほら勝負。逃げそうにないやつは勝負だ。この人よく襲われないな。確かにこんなに好戦的なポケモン近くにいるのに。赤ジェット、おい、なんかさ、クラボの実途中で手に入れてたような気がするけど。いやーやめて、赤ジェット。いや、ドローのやつでこんなに食らうんだもんね。らっしゃい。あ、捕まえればよかったか。まあ、いっかー。なんか、頑丈、頑丈みたいな気持ちになっちゃった。戦うでも捕まえれるんだもんね。これ何？PP 草、絶対 PP エイドとかの元じゃん。おらっしゃい、勝負。悪事、石粒ってでもなんか経験値いいね。ほら、アクアジェットだ。10レベル高い。いいぞ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 。捕まるかな。ちょっと待って、2匹同時に相手できるんか。そんな煙幕に包まれた。おいおいよ、おいおいよ。これなんか、これが変わるってこと？力技とかに。早技？今見えた。ダブルバトルなの！乱入。え、こういう、これもう私、終わり？さよなら、3対1にもなる。え、嘘。範囲技とかになんない？実は。これ私でちょっと見えないな。小さくなったか。逃げたくないが。逃げるしかないかも。相手は複数でもこっちは一匹。走って逃げよう。マジ？逃げるか。逃げ切れるかな。本当に逃げますか。え、めっちゃ悔しい。簡単に逃げれる。そういう感じなんだ。これさ、目的地に着くまでに
ファストトラベルどこまで行ける？おお、目的地はここだが、フツコの落とし物、これサブか。父の参道。1対4までは見た。ちょっと待って、何？何の音？何の音？今作範囲はさない。なんということでしょう。回復だけする。回復はするが、6個はこれ大丈夫か。使うオレンの実を1個食わしとくか。オレンの実をお食べ。よし、石つぶて、石つぶてすごい威力すぎん？地面揺れてたよ。もうムックルですら怖いもん。バトルする、バトルするか。あ、待って、ちょっと後ろの石つぶて見てなかった。よし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 。何度も私をビビらせやがって。進みます。ん？なんで？なんか、9レベルならいける、9レベルならいける。やってやる、ラッコ鍋。あー、もう一発、一匹だけだな。耐えてるなら余裕。よし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 。いいぞいいぞいいぞ、赤味と赤味と。味と トラウマになるわ。そうかなって思わないでもなかったけど。やめないか、そういうのは。でも攻撃されてもさ、全然なんか、あれじゃない？回復しといた方がいいか。なんかありそうだもんね。あんまり、こう、当たる、私に当たって危ないよ。あれは攻撃されると。強制的にポケモンとの戦闘にされる方が嫌なんだけど。はい、こう。石つぶて覚えてる？ま、配信後にボコボコにするからな。もしかして今のめっちゃダサい？おやおや、あんたのところの博士だよね。え？あ、どうやってついてきてたの？はあ、間に合ったようですね。ポケモンを研究する者としてどうして、どうやって、よく来れたな。どうしても親分を観察したいのです。捨て台詞。あんたの仕事なんだろ、邪魔しなければいいんじゃないか。本当に、実はすごい強いんじゃないの？獅子の宝へ。何も言いそうに見えないけど。神王様にゆかりのあったポケモンの子孫に、お供えをしていた場所さ。コロドック？はコロドックだ！あいつじゃないよ。へえ。あれはちょっかいを出す厄介な、なんか目、赤くない？ねえ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 、危ない、危ないよ。ピザ、あいつを喫煙してくれよ。あんたのポケモン元気にするかしてくれるんかい。ちょっと待って、レボ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 と。しかもあれ本命じゃないの？あのポケモン、大きいです。見りゃわかる。そうか、親分と呼ばれ、あれが親分、恐れられているポケモンですね。いかにも危ない、スピーカー。そうさ、親分ってのは、でかくて強いポケモンのこと。主ポケモンみたい。しかも特別な技まで覚えていて、厄介なことこの上なし。あんたの強さ、俺の強さ、待って、リゼ君、大きさは武器です。きっと攻撃力も体力もあるのでしょう。戦うのでしたら、連れているポケモンをチェックして強いぞ。あ、準備していいって。へぇ、捕まえるのは難しい。もう倒していいか。スピーカーと言って遊んでいたから、これ勝てるかな。ちょっとポケモンを先に並び替えといた方がいいか。技とかもっときちんと教えてくるべきだったやつか。10レベル、コリンクから入ろう。コリンクを先に出して、君はお前覚えてるわ、覚えてるよね。覚えない。あ、次のポケモンには送れない。リッパは強さを見る。転がる体当たり。転がるいいか？虫だよね。ムックルは強さを見る。でもラッコ鍋のツバメ返しもいける。あ、ムックルもツバメ返し覚えてるの？全然いけるか？ツバメ返し勝てるかな？ムックルのツバメ返しから入って、ラッコ鍋に交代しよっか。フォンとはちなみに何覚えてる？念力催眠術驚か、最悪催眠催眠。
で、転がるもあり、ムックルで様子を見てダメそうならビッパーを挟んでつばめ返し。ちなみに、まあ、今からボールは無理だよね。こんにちは。レポートしたっけ？ビンよ！勝負！うわ、怖い、目赤いの。あれ？これ並び順じゃないの？え、嘘！順番は LR で変えるって。戦闘中に Y ボタンで行動順を確認できますが、ここで教えてもらえるんだ。素早さの高さによっては連続で行動できることがあります。一部の技や道具の効果で行動順が変わる場合もあります。さっき悪者が2回とか言ってたの、それか。うわぁ、レポートしてありがとう。うわぁ、ラクラネ、今何をされた。おい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 、今何もする余裕なかったでしょ。説明読んでただけじゃん私。力技、転がるの力技でいけないか。技の威力や効果が強くなるが自分の行動が遅くなりやすい。微妙か。早技にして弱まるが熱中状態になる、効果抜群。いや、これもう耐えないかも。早技でやってやれ、早技。あ、強い。いいぞ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 。なんでビッパの方が耐える。転がる、早技早技早技で、いてるいてる。いや、でもまだムックルのつまみ返しがある。いいぞ、転がるで。うーん、押せてる押せてる。外さない、つまみ返しやめない。あー、なんだったんだ今の、マジで。このトークでかくね。ねえ、でかい。ムックルのつまめ返しで何レベルだっけ。10レベルか。いけるいける。レッツ。あ、急所だったからか。つまめ返し、よしよし、いいぞ。ラッコ鍋か。うちのラッコ鍋が。大したもんだよね、親分をひねっちまうなんてさ。いつもラッコ鍋がまるで伝説の英雄みたいだ。あんたのポケモンを元気にしないとね。麻痺で行動できなかったり、急所を疲れたり。いや、でもこ、あ、この分の運が後にラッキーになるかもしれないから。な、何事ですか、神王様。脅しし、怪しし様、これ翡翠の姿。獅子神様よ。リゼを見つめる優しい眼差し、ありがとうございます。いや、もうどっか行っちゃった。よかったよね、怪しし様もあんたのこと気に入ったようだよ。へえ。いいかい、怪しし様ってのは人を乗せ失意の大地を駆け抜けるありがたいポケモンなんだよね。すごいすごいですよ、怪しし。人を乗せるポケモン、まるでいつかの俺。アローラのラ、アローラのライドポケモンってこの時代もあるの？ん？ラベン博士無事ですか？テルコンか。島星隊長に言われたんだ、リゼが依頼をこなせばベースキャンプが。あ、ここ遠いもんね。関さんと団長で決めたことですが、ベースキャンプを増やしてもいいのですかね。勝手に作ったら怒られるよね。神王様が作られた翡翠地方はポケモンの大地ね、引っかかるよね。まさか貴様も。いや、うん、そんなことないと思うけど。あんたらがポケモンと共生するなら使っても大丈夫だろうさ。はい。怪しし様もリゼを気に入ったようだし、あ、土地の人に気に入ってもらえたならいけるか。ありがとな、あんたの活躍は金剛団のオサにも伝えておくよ。いや、アローラというかアローラ地方があること自体は別に不思議じゃないんだけど、ポケモンが恐れられているっていう現状でライドポケモンにできるほどポケモンを飼いならす技術があるものか、この時代に。改めてお礼に、まあ捕まえてるトレーナーもいるから全く無理ではないんだろうけど。いや、怖かった、ラッコ鍋が。
私がそんな鍋扱いしてしまったばっかりに。まあそうね、地域差もあるかもしれないからまだわからん。ポケモンと共存共栄か。それにはポケモンを理解するため図鑑を完成させないと。すいません、頑張ります。もうすぐ建築隊が到着する頃だ。そうすればベースキャンプができるな。やったー、もうできるんかな、キャンプ。なんかあまりにも笑顔がうさんくさいからちょっと疑っちゃうけどね。あと銀河団、どうして銀河団なのかみたいなのもあるよな。カノイガキヤンキンか。んまだ 20% って感じ今ので。獅子の高台でのベースキャンプ、名付けて高台ベースですね。やったー、もう土タップされちゃってる。ごめんごめん、ラッコだめ。ことぶき村から出るときに高台ベースを行き先に選べば、ここから調査をスタートできますよ。はい、便利。拠点が増えると調査もしやすくなるよな。いつも通り、待って、とうとうしゃっくりに。芋づる亭に集まりますか。はい、あ、少ない。星とレベルを上げまくりたい私。めっちゃもう本当ラッコ鍋が鍋に何度でも鍋にすまんな、みじまる。あと他のポケモンも技教えとかしたい。お金まだ余ってるよな。大丈夫よ、ありがとう。このロード画面好き、いいね。どこが切れ目いいんだ。ちょっと待って、なんかぬるぬる進んでいくせいで。ムベさん、いつもの芋餅、今日もプリーズ3人前です。いや、そう、3時間なんだよ。そろそろ区切りつけたいんだけど。痛い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 。これはみんなが4、5、6時間やってるのもわかるわ。知っておるのか、今朝から噂の荒ぶるバサギリ。バサギリ知ってる、ストライクのさ、翡翠の地方進化だよね。様子を見に行った団員が襲われ、医療隊も点で5枚だぞ。激しい雷に打たれ、おかしくなったとされる。あれか、この前の、昨日なのかな、時系列的には。昨日の夜の光に、当たっちゃったのか。パサ切りですよね。いざとなれば調査隊が食い切りなんてないんやで。本当にない。あと1時間行くか。今日ちょっとさ、若干睡眠不足なんだよね。万全の状態で、あとポケモン整えたい。未知のポケモンを調べるには危険がつきものですが、調査隊にはリゼ君がいるのです。なんかさ、今作コウキ君とか主人公表情が豊かだろ。でもバサギリは親分よりもはるかに強いポケモンだな。そうだよ、傷薬とか作んなきゃやってらんないよ。どれほど強いのかを含めて調査をするのが僕たちです。そして調査に重要なのは冴えた頭脳と強靭な肉体。そのためにえ、睡眠も大事です。団長室に来いってよ。ここだな、多分。バサギリに関してなんか起きたんでしょ。ラベンさん配信見てくれてる。これ出たらイベント出ちゃうかな。ちょっと強制イベントが出そうなとこまで。はい、いい顔してる。ぐっすり眠れたか。睡眠大事らしいね。よう、偽りの信用様をあがめるのは、うわぁ、時間の無駄と悟ったか。これ別の段の人でしょ。うわぁ、え、待って、かっこいい、かわいい、かっこいい、かわいい。何が宇宙の時間を司る信用様よ。宇宙と空間を生み出した私たちの信用様こそが本物。こうなる気してた。席。はぁ、無限に空間があっても使いこなせないくせによ。おや、そちらは時間を有効に使っているとでも。喧嘩してる回言いたそうな口ぶりだな。うわ、めちゃくちゃいい。はい、約束の時間を守れたとは感心じゃねえか。真珠弾よ。これが白玉。無駄に広い空間にもてあそばれて迷子になっているかと思ったぜ。え、飛んでる。喧嘩の語彙すご。は、空間は神王様が私たち真珠弾にくださったもの。いわば世界の根幹、迷うわけない。やめた、おめえとの無駄な口論こそ時間の無駄そのもの。神王様に怒られてな。さあ、伝木の旦那に会いに行くぜ。喧嘩してる。は
ハーフかけてきたの、そちら足並み一緒かわいい。これ銀河団、え、あ、違う、真珠団って言ったか、相変わらずだな。今の二人、男は時間を大事にする混合団の長席、少女は空間を世界の根幹とする真珠団の長かえ。でもなんか銀河団の電木さんは慕われてたっぽいね。二人が会うと、ああやってハリアーナさん、え、面白い。これ、後々どっちにつくとか選ばなきゃいけなくなるのかな。何しろ先代同士が争っていたって話だからな。ま、私、マグマ団とアクア団の争いとかも好きだった。一本の中で二つの団が争うのめっちゃ面白いな。団長が呼んでいたぞ。早く団長室に行った方がいい。はい。ダイヤモンドパールか。なるほどね。混合ダイヤと真珠パールってこと。よし、これでおそらくイベントからは解放されただろう。団長室まで行かなければ。きっと、進行することはないと思います。じゃあ私、次回までに、バサギリだっけ、絶対戦うことになる。ちょっとレベルを上げて、ポケモン整えとこうかな。でも、野生のポケモン今見たところ、あんまり、なんかこれが絶対使いたいみたいなポケモンはそんなになかったけど、不安定ぐらいかな。名前、ライドウとかにしとく。ライドウ。ライドウ。女の子だけど。ひらがな微妙、カタカナの方がかっこいいか。カタカナの方がかっこいいかもしれん。ライドウ。ライドウ、ライドウ。ライドウ、ドウ。女の子だけど。かわいい。ラッコ鍋ライドウ主軸に、ちょっとフィールドワーク中に、こいつはというのがいたら捕まえて仲間にしとこっかな。いいねえ、漢字できる？ま、マジ？ちょっと待ってよ。いける？漢字漢字。あっ！漢字にできるなら、ふは雷動でよくない？ふ、あ、できない。今なんかあの入力画面的に感じてるかと思っちゃった。そっか、残念。いけそうだったね。変換とか出てもおかしくなさそうだった。くー、よし。じゃあ、このあたりに、そっか、中国語設定で出ることがあったのか。なるほどね。ディエントンだな。ライドでそのままか知らないけど。あ、ディエンじゃないか。まあいいわ。じゃあ、それでは、今回はこれにて終わりにしたいと思います。めっちゃ、あれだね、黙々とできることがありそう。裏側で作業楽しくなって表に出てこなくなったらすいません。レジェンズアルセウス、思ってたよりストーリーとかちゃんとあるものだった。また、ご覧いただけると嬉しいです。またねー、バイバーイ。睡眠は大事。